前娘と出かけた海岸線を裸足で歩いた。ずっと前の方娘が歩いてく。もう追いつくことできないだろうな。休日お出かけパスで新松戸ホームで待ち合わせ。各駅停車を乗り継いで東金駅で降りた。ひなびたバスの運転手が行く先を尋ねる。未だにどこへ行けばいいのか分かりゃしない。春の列車は二人を乗せて外房の風を払わせながら走ってゆくのです。一駅ごとに一枕木ごとに窓の外の桜が花びらを散らす。九十九里浜へ娘と出かけた。海岸線を裸足で歩いた。どこまでも続く砂浜、空に溶けてゆく。埋めきれない思いも空に溶けてゆく。恋のカルシウム
人妻ゆえに言え
はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人。それでは皆さん、ご唱和よろしくお願いいたします。いきますよ、夜の区長、みなぎる男ビッグマグナムファンキー利根川でございます。3月4日土曜日、夕方5時56分45秒になったところでございます。ファンキー利根川、江戸川京子のお気持ち、春を待ちきれなくてごめんスペシャル拍手。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、ということで今日もよろしくお願いします。どこ行くんだっけ。はい、あ、そうだ、この番組は千葉県野田市や千葉県東金市とその近隣地域の今日あった出来事やいろいろな情報を生放送でお届けするリスナーさん参加型の地域情報発信番組です。今夜は千葉県大網白里市にあります渡辺商店さんより全国そして全世界に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、どうも改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。はい、みなさんこんばんは、江戸川京子です。いつもリアルタイムご視聴、リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいねシェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。感謝しております。はい、そんなわけで、はい、ちょっとバタバタでスタートになりました。ファンキー利根川と江戸川京子のお気持ち、お気持ち、はい、というわけで今日は大網白里市の、はい、渡辺商店さんからの公開生放送ということで、ね、やっていきたいなというふうに思っております。はい、はい、今日貸し切りにねしていただいたみたいで、そう、今日は、ね、ありがとうございます。貸し切りになったので皆さん、はい、よかったらたくさん食べていただけるとありがたいかなと思っておりますね。ワンオーダー以上必ずやっていただけるとありがたいな、そんなところでございますが、はい、初めてあれだよね、はい、大網白里市は初めて、そうです ね、 ね、初めてですね、前回調子、ね、の方に行かせていただいて、そうだね、はい、僕はその間にも東金にも来たんですけど、ね、はい、そうですよね、渡辺商店、渡辺商店さんありがとうございます。サンキュー渡辺商店、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当だよ、もうこんな安野さんをの言葉を借りるとどんちゃん騒ぎ、ね、もうすでにどんちゃん騒ぎやってます、ね、子供たちがね、運動会のように走り回ってますけどね。まあそんなところで、ね、ちょっとごめんなさいね、放送がなんかね、電波の何上りというのかな、
なんかちょっとね、はい、スピードが出てなくて、あ、そうですか、うん、ちょっとなかなかうまく繋がんなかったので、うん、ちょっとゆっくりしてます、ねね、なんですが、なのでちょっと映像がね、はい、カクカクしちゃってるんですけど、そうですね、まあ、ちょっと勘弁していただいて、ね、はい、お付き合いいただければなと、そんな風に思っています。そうですね、ちょっと遅くなっちゃってます、はい、ん、確かに、そう、ゆっくりね、ゆっくりなんですね。あ、そこら辺はね、うん、はい、まあご愛嬌で、まあ、まあ、はい、はい、いや、もうすっかり会場は盛り上がっています、ね、みんな出来上がりつつありますよね。どんどん食べてください、はい、ね、はい、はい、じゃあ、お、結構ご視聴いただいておりますので、はい、ちょっと読んでいこうかなと思います。はい、じゃあ出席いきましょう、はい、皆さん大きな声で返事よろしくお願いいたします。リアルタイムご視聴どうもありがとう。平井和成さん、こんばんは、お疲れ様です。平井さん、よろしく、こんばんは、お願いします。そして、ごめんね、はい、花澤徹さん、リアルタイムご視聴どうもありがとう、こんばんは、お疲れ様です。いつもありがとうございます、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。川島良一さん、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様、よろしくお願いします。はい、お、会場からありがとうございます。武藤智孝くん武藤ちゃん from 野田市、すごいね。今日は電車で来られたそうですね。電車タクシーの野田から、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、はい、そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。平井和成さん、はい、リアコメいただいてます。こんばんは、お疲れ様です。参加できなくて残念です。また次回の、企画で参加できればと思っています。皆さん存分にお楽しみくださいということで、ぜひぜひぜひ、いただいております。よろしくお願いします。ちびちゃんも来たよ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、川島さん、ありがとう。川島さん、ありがとうございます。待ってます。お疲れ様です。これから向かいますということで、川島さん気をつけてきてください、ね、これから、お姉ちゃん2人の歌があるので急いで来てください、お姉ちゃん、よろしくお願いします。はい、武藤ちゃん、平井さん、はい、お疲れ様です、はい、みたいな、ね、いいですか、ね、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。オーギブギー純平さん、こんばんは。ブギさん大丈夫なんですか。お疲れ様です、うんうんうん、よろしくお願いします。そして埼玉藤井一郎、埼玉南浦和一郎、こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします一郎、お疲れ様ですということでコメントいただいてます。お疲れ様です。お疲れ、よろしくお願いします。そして会場から京子局に向かがにいます。ちょっと顔出して、何何何、あ、そこ、はい、そこにちょっと横に映るか、はい、あ、映ってますね、京子局員、はい、そう、あそこカメラ。そしてリアコメありがとう。大木ブギー純平さん、こんばんは、お疲れ様です。ブギーさん、リアコメこんばんは、お疲れ様です。本日参加したかったのですが行けず、2回続けて当日キャンセルで申し訳ありませんでしたということで、ねえ、なんかねえ、そうですか、まあしょうがないブギーさん、ねえ、うん、また行きますからね、やりますから、よろしくお願いします。お、会場からいただいてます。リアルタイムご視聴どうもありがとう、はい、鈴木まどかちゃん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。この後7時ぐらいから歌のコーナーがありますのでね、楽しみですね、楽しみにしてください、ね、よろしく、最高です、お願いします。はい、武藤ちゃん、ん、リアコメ、お、南さんお疲れ様ですなんて書いてある、ね、誰だろう、はい、ありがとうございます。はい、あ、武藤ちゃんありがとう。会場から乾杯
ということで、はい、ありがとうございます。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。おこちらも会場から安野俊夫さん、こんばんは、お疲れ様です。いやらしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう、はい、伊藤彩香ちゃん、こんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。彩香ちゃん、はい、はい、武藤ちゃん、もう酔っ払ってんの、乾杯です。酔っ払ってない酔っ払ってない、武藤ちゃん、これからですよ、これからこれから、うん、お願いします。はい、彩香ちゃん、リアコメお疲れ様です。お疲れ、よろしくお願いします。リアルタイムご視聴どうもありがとう、はい、音頭落語のマリノルさん、マリノルさん、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。マリノルさん、リアコメ、あ、視聴ありがとうございます、リアルタイムご視聴どうもありがとう、はい、花澤徹さん、こんばんは、お疲れ様です。花澤さん、こんばんは。よろしくお願いします。視聴コールどうもありがとう。はい、ブギーさんも視聴コールどうもありがとう。はい、一郎、今日は何人いるんですか、わからない、なんかこんな感じ、画面映像で見てください、こんな感じです。ちょっと数えてない。花田徹さん、ファンキーさん、京子さん、会場の皆さん、メンバーの皆さん、こんばんはということで、いや、ありがとうございます、いつも、こんばんは、よろしく、こんばんは、お願いします。はい、そしてマリノルさん、5時半前から繋がらなくてあたふてしてましたという、あらららら、すいませんね、ネットの下りは回線がいいんですけど、上りがね、スピードが出てなくて、ちょっと違う配信の方法でやったので、映像がすいません、カクカクしてるので、はい、申し訳ないんですが、映像は雰囲気で楽しんでみてください、はい、ね、よろしくお願いします。はい、藤井一郎、埼玉、南浦和、リアコメ、画質が あれでも山田さんの顔はすぐ分かるな、手前は、武藤さん、智之さん、まどかさん、そうです、でも山田さんいるところが一番映りますからね、はい、結構、一番一郎映ってるところ、そこ音声は大丈夫かな、ちょっとは一度コメントください。音声は大丈夫、ね、うん、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう、はい、近藤道明さん、こんばんは、お疲れ様です。近藤さん、いつもありがとうございます。はい、フロム野田、ありがとう。はい、花澤徹さん、はい、フロム印西市、茂原の高倉健子と山田翔海さん、こんばんは茂原の高倉健よろしくお願いします。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。あ、お初かな、ライブお初かな、ルミルミちゃん、リアルタイムご視聴どうもありがとう。今日は千葉県大網白里市からの公開生放送、渡辺商店万歳、皆さんよろしくお願いします。渡辺商店、もうすごいです、もうあれです、もう今日放送終わった後、もう次回はありません、できん、うっそ、もううるせえよ、うるさいよ、できん、わかんない。はい、安野さん、20人です、おー、すでに20人、もう靴下大丈夫。はい、近藤道明さん、どうもありがとう。チキナーの皆さん、近藤です、楽しそうですね、皆さんお疲れ様ですということで、いただいてます。リアルタイムご視聴どうもありがとう。飛弾英二さん、こんばんは、お疲れ様です、よろしくお願いします。飛弾さん、はい、藤井一郎、埼玉、南浦和、京子さん、美容院、武藤さんはの隣は、あ、そう、武藤ちゃんの隣は演歌歌手の、鈴木まどかちゃん、そう
だ私だと思われちゃったんだ。よろしく、ね、お願いします。すいません失礼します。私は美容院行ってないですよ。一郎私映ってないと思う。多分パンケさんの向かい側こっちに来ないか映んないんだよ。まどかちゃんが私だと思ってたんだ。はい、一郎、一郎から、安野さん、わからないなんて、カウンターの人、比嘉さんいたなんて書いてあったね。よくわかるね。もうすごいことになっています、ね、一瞬でももう見抜かれてしまうっていう。はい、比嘉さん、リアコメ、お疲れ様です。盛り上がってますね。もう最高潮です、ね、もうすでに皆さん飲んでくださいよ、ね、飲んで食って。渡辺商店、もう今日貸し切りになっちゃってるから売り上げ上げていかないと怒られちゃうからね。最後はあのファンキートネが払ってくれってね、貸し切ったんだから責任取れってマスターに言われます。皆さん、あの必ず通オーダー以上してくださいね。よろしく。そう、もうありがとうございます。飲んでくださいね。はい、そして扇武義純平さん、私は体調の問題ありませんが、職場でコロナウイルスの感染が複数人出てしまったので、皆さん迷惑をかけていけませんので引かさせていただきましたね。大丈夫だよ麦さん、またやるから、ね、あの出禁にならなければまたやりますね。はい、一郎、音声 OK です。画質はちょっと顔が分かりません。 Wi-Fi です。そう、なんかね、あの Wi-Fi の上りが全然スピードが出ないから遅れないんだよね、こっちから。勘弁してください、ちょっとまあ場所柄っていうのも分かんない。はい、そしてマリノルさん、ホッピーと、タバコを吹かす赤ジャンパーの方なんこれ山田翔海ですよ。そう、足が臭いって言って座敷に上がってこないんですよまだ、よろしくお願いします。あ、靴下が臭いんですね。足臭いのはあのファンキートネガの友達で、あのコモちゃん、足臭いんだよ、よろしくお願いします。コモちゃん、誰もわかんない、わかんない。ブギーさん、今度、食事で渡辺商店さんに伺わせていただこうと思いますね。よろしく、渡辺商店万歳、でも、はい、渡辺商店さんなんか紹介しないんですか。後でまた行くよ。後で、はい、はい、はい、一郎、いや違います。まどかさんは、誰かわからなかっただけで、京子さんはなんとなく美容院行ったのかと思っただけです、ね、はい、一郎、渡辺商店さんのおすすめを教えてくださいということで、マスター、え、ダメ、ママおすすめ何、え、全部出ました。もうお約束です、渡辺商店さんはあの全部全部おすすめだそうですね。もう全部全部、もうファンキートネガもあれですから、もう全部出しちゃいますよ。嘘、やべ、余計なことないね、怒られちゃう。もう出す出すの一晩中の、ね、よろしくお願いします。はい、小さいお子さんいらっしゃるので気をつけてください。大丈夫、ひだんさん、山田さん渋い、渋すぎるということでいただいてます。はい、 なんか注文入ってんだけど、もうそう、まあまあ、分かんないやつは山田さんに全部つけといてください、よろしく。今は おつまみのおすすめのちゃんじゃの、ちゃんじゃ、ちゃんじゃ、すごいね、ちゃんじゃが来ました。じゃあ後でちょっと映そうよ。これ映して、こういう気をつけて、気をつけて映してよ。これね、はい、美味しそうです。え、一郎、全部はちょっと2品教えてください。ママ忙しいんだよ一郎。今はもう厨房がすごいことになってますね。もうみんなガンガン注文。おお、すごいです。もうあれ、渡辺商店も今日盛り上がったから来月来たらビル建ってたね。よろしくお願いします。
はい、花澤徹さん、山田さん、山田さん、ごめん、なんで分かんない。山田さんは明日白里温泉桜祭りに出店されます。河津桜が満開です。満開でな。はい、花澤徹さん、一郎さん、渡辺商店さんのおすすめスタミナラーメンとブラックホルモンうどん。あー、そうだそうだ、山田さんよくアップしてるよね、ブラックホルモンうどん。ブラックホルモンうどん、はい、はい、今ちゃんじゃのなんかおすすめ、ありがとうございます。こういう情報が欲しかったね、一郎、うん、ダメだ一郎、あのいつも板見てないと。山田さん結構上げてるよ、ね、はい、近藤道明さん、どうもありがとう。近藤さんは次回の公開ライブの時は行きたいと思います。今度野田でやります。久しぶりにファンキーさん、京子さん、チカの皆さん会いたいですね、というね。美味しい、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけでオープニングが、無事終了でございます、はい、じゃあね、ちょっと一回これ切っときますから。はい、切るの知ったよ。はい、じゃあここからは会場の、ね、方々とちょっと盛り上がっていこうかなと思いますね。ちょっと映像がね、ちょっと映像が重たいので、放送をご覧の皆さんは、まあ、音声で、楽しんでいただきたいなと、そんな風に思っています。まあ、渡辺商店さんの生ビールが終わっちゃったそうです。そう、はい、まだビールあんの？生ビールはもう終わりです。生終わりました。いやいやいや、ダメだよ、もっと飲ませなきゃいかんが、ね、そうだよ、他のものでお願いします。他のものでお願いします。はい、はい、まあそんなわけで、うん、はい、いやすごいね、うん、もう、うん、もう歌手のまどかちゃんもガンガン飲んでますね。もう飲んでくださいよ、あガンガンいきましょうよ、ね、辛くておいしい、よろしくお願いします。はい、じゃあ何やっかな、じゃあね、うん、じゃあちょっとせっかくなので、うん、みんなでちょっとフリートークじゃないですけど、うん、じゃああれだ各自自己紹介コーナー、はい、ここに来ていただいて、この白いコードのマイクを持っていただいて、はい、じゃあこのこっちの近いテーブルから一人ずつカメラと客席の方を向かって、うん、自己紹介を簡単でいいです。今日どこどこから来ましたとか、うん、そういうのでチキチキ情報局、キラキラ情報局とかで、お名前と難しいことは言わないでいいです、ね、飲んでますかとかでいいです。あと一言ぐらいで、ね、一言、はい、彼女欲しいとか、ね、それは自衛隊からで嘘怒られますね。はい、じゃあ皆さんスイッチ入ってるからちょっとまずは声出して、あ、こう野田から来ました、やすまどかです、よろしくお願いします。ありがとうございます。でせっかくなのでここにちょっとこれ来てよ、コード見たいから皆さんここに集まってください。 ね一応宣伝とかは後で時間取りますからね。はい、どうも、こんばんは。こんばんは、野田来ました、トベキです。よろしくお願いします。そう、よろしく。トベキさん出席率 100% ですよ ね。じゃあ続いて、ありがとうございます。
演歌歌手の鈴木まどかと申します。よろしくお願いいたします。初参加です。まどかちゃん、今日は後ほど歌わせてもらいます。よろしくです。よろしく。ねえ、さすがです。本当だよ。よろしく。流山から来ました武藤です。イケメン武藤友高です。はい、みんなね、はい、よろしく。武藤ちゃん、ジャニーズ事務所ですか。はい、ありがとうございます。今日もお酒皆さん飲むか。飲んでます。イエーイ。そう、飲んでますか皆さん。飲んでますか。武藤ちゃん最近よく飲むよね。うん、いや結構前から飲んでます。はい、あげます。お次、いつもありがとうございます。はいはい、どうぞ。いいよ。ゲストが来ました。どん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 行きましょう。自己紹介、知らない人いるからね。これ全世界配信ですからね。ひろひろとです。ひろちゃんかわいい。ひろくん、うん、5歳。お、5歳。イエーイ。飲んでますか。飲んでない。ひろ、何食べてる？今何食べた？チョコ。チョコ。いいね。安野さんからいただいたの。ねえ。ヒロ、よろしくって。よろしく。美味しい？うん、美味しい。やった。ねえ。はい。ヒロ君、5歳になったヒロ君。5歳のヒロ君でした。どうもありがとう。お名前は？です。ゆうちゃん、こっちカメラ、こっち。ゆうちゃん、カメラこっち。私は照らしてます。ゆうちゃん何歳ですか。4歳。4歳です。4歳。かわいいね、ゆうちゃんね。私はいつも照らして、私は遊んでます。かわいいです。ありがとうございます。私はゆうちゃん、かわいい、かわいい。照らしてますって。ゆうちゃん何。ゆうちゃん照らしてますって何。ゆうちゃん流行ってるの今。照らしてます。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん。ゆいちゃんは大きくなったら何になるの。可愛いからアイドル。違うの。プリンセス。お姫様。お姫様。素晴らしい。私は自由で照らして、私はパパと一緒に結婚してます。何、パパと結婚。パパと結婚します。最高です。もうそれはもう最高。パパ泣いちゃうね。パパ泣いちゃうよ。ね、かわいい。そう、もう感無量ですね。ゆうちゃんのパパだ。彼氏です。でも知れます。ね、パパかっこいいです。はい。はい、どうぞ。どんどん皆さん、とりあえず知らない方もいらっしゃいますので、簡単にまず自己紹介。あとで PR コーナーやりたら。またいいよ、とりあえずいいです、言ってください。後でまた時間取るんで、簡単に自己紹介だけ。自己紹介、ね、ゆいちゃんママです。イエーイ。イエーイ。お願いして、あそこに。そう、ここね。そう、これをじゃあ、ゆいちゃんママね。いすみ楽市主催しております。いすみ楽市出ました。ウッドベルさん。次いつでしょう。次は3月11日。あ、来週。近いですね。25日。ガイスミラク市で、はい、フリーマーケットは3月12日と26日。いいですね、はい。マジシャンも来ます。おお、楽しみです。今度ファンキートネガーも行って放送しようかな。お願いします。ぜひぜひ。外で。よろしくお願いします。ね、また後ほどよろしくお願いします。はい、どうもありがとう。いや、さい。じゃあ次、安野さんは？安野さん、そっちの宅。うん、そう。これ5メーター、あ、届かない。5メーターしかないから、そこ、その辺まで。じゃあそこで、じゃあその辺で集まって映るから。どうだろう、今ちょっとお姫様がね、なんか寝っ転がっちゃってる。隠して隠して、モザイクかけて。やばいよ。はい、お疲れ様です。東金市安野でおま、ね、今日は、おま、ね、今日はね、本当になんかもうどんちゃん騒ぎ。おまんじゅう。おま、なんか何でもない。何、局長つぼってるね。あ、安野さんからなんかいっぱいいただいちゃったんだけど、ね、今日はもう
なんかすごい収集がつかない状態ですけどもね。 そんな感じです。わかりました、安野さん、はい、今日はありがとうございます、はい、忙しい中ありがとうございます。いい、ね、じゃああとはなんか今日はほら彼女を連れてきていただいて、そう、ね、彼女あれなんか掘り場今日なんかうなんか綺麗な奥様連れてきていただいて、気をつけてよ上り、はい、山田さんとんでもないとこ上げちゃったから。山田さん大丈夫、ね、すごいね、な何やってんだ今日、何やってんだ奥様も。いや奥様は、ね、奥様はね、あの恥ずかしがり、恥ずかしがりや、わかりました。やだ、今日はね、安野さんの奥様のゆみちゃんも来ています。はい、ゆみちゃんありがとうございます、よろしくお願いします。次山田さん出てね、山田さんで山田さんお弟子さん、山田さん、はい、わたあめの、はい、山田さんのあの一番弟子で、おいや一番弟子ですよ、はい、今野と言います。今野さん、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。よろしく。今野さんどこから来たんですか今日は。市原から来ました。市原、はい、ありがとうございます。いや素晴らしい、いや素敵な場所ですよね、初めてここ来たんですけど。ああね、いいですよね、はい、俺も今日初めてなんですけど、はい、いい声してますね。いや歌いますかな、ね、ありがとうございます、ね、いや歌は歌わないです、ね、もうすごいですね、山田さんのところはさ、もうね、山田さん高倉健だから、もう演歌歌手氷川きよし、嘘、いや、ねね、なんとかの半次郎歌ってもらえる、嘘、ね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。じゃあどんどんいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、あ、どうもファンキートレガーです、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、時々投稿させていただいてます。あ、いただいてますよね、ありがとうございます。森川と申します、役者やってます。え、本当に、はい、役者と農業と林業と、あと本当だ、イベントプロデューサーもやってまして、え、すごいじゃないですか、時々フリマを主催したそうですよね、またグループお世話だと思うんですけど、ね、いえ、あ、そうですか、すごい役者業、もう今日はもう芸能人いっぱい来ています、楽しませていただきます、ありがとうございます、よろしく、森川さんありがとうございます。なんだよ、今日は芸能人3人も来てるよ、ね、もう京子局員、あ、違う、あ、違う、私は違う、まどかちゃん、まどかちゃん、森川さん、もうまどかちゃんと森川さん、そう、芸能人ばっかり、あと氷川きよし、そう、ね、おー、あと山田さんは高倉健、そう、はい、じゃあ皆さん、山田さんは言ったんだっけ、山田さん言ってないんじゃないの、まだ自己紹介、そう、一応やっといた方がいいよ、そう、はい、綿菓子の山田紹介です、はい、今日はね弟子の方が先に24席なんだけど、もう満卓です、ちょっと空いてるように見えるけど、こっちがカメラ見えないとこ結構立ち見になってて、あ、カウンターの方ね、はい、これから、はい、どうぞ、これから川島さんも、うんうん、美人の奥さんと来るのか来ないのかって今ところで、あ、本当、うんうんうん、今向かってるって話ですけど、ね、東金のセンターが来ましたんで変わります、はい、あ、奈美ちゃん、年齢不詳の女、日賀奈美です、出ました、日賀奈美ちゃん、奈美出ました、可愛いよ、うん、奈美可愛い、18、19、この辺いっぱいいる、うん、分かったじゃあ今日ファンキーとの、まとめて連れて帰るから、嘘です、日賀ひろさんです、ヒロまたね、ありがとうね、うん、もういいよ、あ、ヒロ最高って言って、最高って、最高、ほら、ありがとうございます、イエーイ、ああ、え、もうさきさん、頑張ってね、あ、ありがとうございます、ヒロ泣いちゃうよ、もう泣いちゃう、夜の主張、あ、どうもありがとうございます、そう、主張だよ、おー、じゃあ、もう主張するよ、ね、なんかもう無理やり言わせてる感がよくない、そう、もうおじさん夜の市長はすごい、嘘、
嘘です。あ、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあお父さんしないの？お父さんも飲み専門らしいせいか。あれ、お父さんは、ねえ、飲んでんの？お父さん、いいの？ん？そうなんだ。まあすごいことになってますよ。ねえ、はい、まあそんな感じで。あ、渡辺商店の会長さん、あのご挨拶入りますので、ねえ、ご迷惑をおかけしています。ねえ、何やってんだ。うるせえぞ。ただ、うん、あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫です。え、本当に？本当に？アキさん食べない？一口。あ、ちょっとあれマイクないの？また。あ、出ました。上でやって、上で、上でお願いしますよ。なんだ、大丈夫なんか、すいません、あれカメラありますから、結構なんか、あ、いいですね、すいません、どうも、あの、ちょっと待ってください、あの、すいません、あの、渡辺さん、大丈夫、大丈夫ですか、これ本当、あの大丈夫ですか、放送大丈夫ですか、これ、ね、放送大丈夫ですか、忘年会だとかやってまして、ね、で山田さんともね、あのこの渡辺商店なんか出店やるときに私ちょっと お手伝いで形でいて参加してまして、それであの山田さんという人すごい絵面だけど、ね、ええ、だって合ってますもん、ね、合ってます、フィットしてますから。あ、こんにちは。あ、で今日なんかね、なんかこういう会があるからぜひ参加して参加してくれということで、まあそれならしょうがないかなということで、ちょっと折りの面と一緒に。おお。あ、すみません、申し訳ございません。じゃあどうぞ。どうもありがとうございました、会長。自分のどうもありがとうございます。お面は自分で持ってきたんですか。そう。すごい、なんか。もうすごいです、ね。小道具までいただいて、素晴らしいですね、もうね。もう立派。まどかちゃん、うまい。いいね、さすが慣れてます。今盛り上が盛り下がっしてないですね、大丈夫です。盛り上がってます、盛り上がってます、大丈夫です。すごい、インパクトある方多いですね。大網白里、いや、大網白里、ね、白里恐るべし、うんうん、もう野田よりすごい。最高、最高、もうとんでもないことになってますけどね。もう、参りましたね。もう、最高です。はい。はい、写真撮ってますから、まあそんなわけで、今日も、ね、盛り上がっています。ちょっとね、ごめんなさいね、映像が荒くて申し訳ないんですが、ラジオ風味ということで、ね、聞いていただければなと、そんな風に思っています。はい、リアコメ、リアコメ、や花澤徹さん、はい、生放送も始まったのに生ビールが終了なんて書いてありますね。残念、次やっときゃ、ね、生ビールいっぱい用意しようと。始まったと同時に終了しましたからね。京子局員怒ってました。飲めねえよ。飲めねえよ。もう今日はとことん飲むよって言ってました。言ってないです、ね、本当だよ。よろしく。はい、一郎、皆さん盛り上がってますね。ね、盛り上がってます。もうすごいです。もう渡辺商店会長も来まして、もう炸裂。会長さんなんですか。らしいですよ。え、あのお面の方。うん。あ、そうなんですね。素晴らしい。ね、はい、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。ね、野田明宏くん、こんばんは、お疲れ様です。よろしく。はい。花田さん、智之さん、丸子さん、こんばんは。はい、野田明宏くんもありがとう。こんばんはという、こんばんは。音頭落語のマリノルさん、これは歌手のまどかさんのかな、さすがプロ、声が素敵で、とても、明瞭に聞こえましたということで、ね、いいね、よろしくお願いします。そう、
だよ。ね、柏は近いですもんね。柏近いですよ。ね、もう京子局員はあれだから、あの柏出身だから。そう、招き猫って言ってましたよ。そうですね。カラオケボックスでやってます。招き猫。はい。招き猫。そう。そう。そう。あ、すごい。だ、もう先生。わかった。じゃあ、俺違うことを教えてもらう。嘘。嘘です。嘘。大丈夫ですか？大丈夫。飲んでないですから。うん、はい。なんかコメント来てんね。花田さん、山田さんお疲れ様です。ね、ブギーさん、明日久しぶりに大滝のハーブガーデンの、あつまんべい中を思ってますが、あつまんべい地か行こうと思ってますが、渡辺商店さん、山田商会さんの出店は今回はありますかね。なんかね、明日は山田さんたちはなんか白子、わからない、なんか白子温泉ね、山田さん、山田さん、明日どこで出店の。明日は白子町の、明日はカラオケアーサーってことのそばです。はい、白子町のカラオケアーサーのそばだそうです、ね、うん、はい、そんな感じだよ、ブギーさん。もう最高ですよ、ね、やっぱりね、春になるとね、もう皆さんありがとうございます。どん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 出店多くなりますね。もうみんな、うん、だんだん縁もたくなくなってきたね。山田さん上がれば、そう、ね、山田さん食ってんの。え、あ、そっかそっか、あ、ほんと、たまちゃんこれから来る、あれ、あ、会いたい会いたい、たまちゃん、川島さんはこれから、これから、あ、もう閉めたんだ。閉めたのか、お母さん、あ、そっか、そっか、あ、ほんと、はい、うん、ねえ、だから、川島さんあたり到着してから、生放送、あ、歌、川島さん到着したら歌やりましょう、ね、よろしくお願いします。はい、マイクスイッチ切っといてくれ、ごめんね、大丈夫、切れてる、切れてる、あ、切れてる、ありがとうございます。はい、声がでかいから拾っちゃうじゃん。そんな感じで、いや、初の大網白里、うん、ということで、今日はどうなるかと思いましたけどね、ちょっとね、ネット回線つながりが良くなくて、ちょっと苦労したんですけど、まあなんとかね、あ、カシスオレンジ、ママありがとうございます。ママさん、すみません、出ました、もう鈴木まどか飲む、最高です、いい女ですね、もういい女、いい女、もう飲んでよ、うん、ねえ、よろしくお願いします。最高です、ね、もうまたあれ夜かけるから、もう今日飲んだ回、飲んだ回数だけ、曲流すよ、飲んで、そう、バンバン流すね、もうバンバンかけますよ。もうあれですよ、まろかちゃん可愛いから、飲んだ回数の3倍かけるよ。本当だよ、よろしくお願いします。はい、もうやばいよ。じゃあ今年紅白出れますね。そう、もうほうよ、もう紅白ですよ、ね、よろしく、大鳥、いきなり大鳥お願いしますねえ、本当だよ。ファンキーさん後ろでドラム叩けるじゃん。え、叩けるよ。で、安野さんトランペット吹いちゃってた。ねえ、俺は綺麗、綿菓子。あ、本当？あ、すごい、そうなの？すごい。あ、かっこよくないですか？かっこいいっすね。やだ。いや、違いますね、だいぶ。だいぶ違うよ。はい、指使いがかなりクラリネットが複雑です。あのほらリードが同じような形してるから似たようなもんなのかな？指使いが違うんですよ。すごいですね、はい、うん、あ、今ちょっとすごいね、楽屋でやってくださいみたいになってます。いいね、なんか鈴木まどかちゃん、サックス吹けるらしい。じゃあ分かった、ね、じゃあ
チキチキバンドが再開したらサックス行った。ああ、いいですね。ねえ、そうだよ。じゃあ、イエーイ。出ました。たまちゃん久しぶり。出ました。久しぶり。たまちゃん。たまちゃん。メガネ似てるでしょ。あ、本当に？こんばんは。みんなメガネかけて。たまちゃんこんばんは。すいません、なんかいつも。おう。ともゆきさん、まどかさん、たまちゃん、ひっそりまどかさん、ひっそりまどかさんで、部長ちゃん。そう。そう。そうだよ。食べます？ちょっと。なんかあんの？せっかくだから。じゃあ、じゃあ京子君食べたの？ちょっと食べてください。唐揚げ。唐揚げ。箸ある。じゃあファンキー利根川も、ね、今日は食べながら行きますからね。どうぞどうぞ。もうあれで食べながらやるからもう放送の声がもうくちゃくちゃ、ね、よろしくお願いします。くちゃくちゃ言っちゃう、ね、それ違う、そうじゃない、ね、時間早いね。そうだよ、絶対いつも週末、まあいいや、よくない、あんまりよけないよね、女の人よりか、ね、惹かれちゃう。この子供たちいるんでちょっとやめてもらっていいですか。大丈夫。誰も、でも誰も聞いてない。そう、うん、いいんです。だからリスナーさんはちょっと今反応してますよ、うん、ね。どうですか、美味しいですか。あ、なんか結構すごい、さっき激アツで少し今ちょうどよくなってる感じなんです。唐揚げ、上あごの皮ベロッとむけました。本当に、うん、ね、そう、大丈夫、今ね、ちょうどなってる。ムントちゃん、もうとっくにむけてる、嘘。じゃあ、上あごの皮、じゃあそっちの皮じゃないから。なんでムントちゃんの皮。みんな食べてくださいよ。そう大丈夫です。ご利益ありますから大丈夫です、うん、なんかご飯物食べたくなりますよね、うん、唐揚げとか食べると ね、そうよね、うんうん、はい、今日はパーティーです。今日はパーティーです。ひがひろとです。ひろとです。ゆいです。ゆいです。ほら、流れてる、流れてる、こっちでもちょっとね、遅れるんだけど、ちゃんと流れてる。ゆいです。私はただのピッティーパーティーです。あー、ただのティーパーティーです。かわいい、なんかいいね、ティーパーティー、いいね、いいね、ティーパーティーっていう、なんか言葉はいいですね、ティーパーティー、いいよ。大人になるとね、違うね、大人になるとね、うん、本当、うん、ビワ餅食べて、お茶会、ティーパーティー、そうだね、どうぞどうぞ。今ファンキー利根川さんがね、おいしいおいしい、おすすめの唐揚げを召し上がってるので、今ちょっとね、唐揚げおいしいです。お食事タイムでちょっとやってます。大網白里の渡辺商店に来てください。おいしいです。唐揚げでも、もう、あ、たまちゃんもね、到着したんですよ。たまちゃん、どうもありがとうございます。いつもお世話になってます。いつもすいません、ありがとうございます。こちらこそすいません、なんかたまちゃん座って、もしよかったらここ座って、今ずっと山田さんがね、座らないでずっと立ったまま待ってたんですよね、たまちゃんの到着を。それもいいんですよ、それちゃんじゃだって、おすすめのつまみ、なんかちゃんじゃが海苔、あれだよね、韓国海苔に乗ってるんですよね、うん、今ね、もうちょっとしたらね、桜の季節になりますね。私はゆいです。ゆいちゃんです。ゆいちゃん映ってんね。ゆいちゃんです。
ゆうちゃんの、ゆうちゃんの取れ高が多いですね。ね、ゆうちゃんね。よかったね。今日はいろいろ森川商店さんとかね、ウッドベルさんの鈴木もとこ、ももこさんいらしていただいて、うん、ね。あと、なみちゃんね。なみちゃん。なみちゃんもお店ね、ミニチュアフードのなみちゃんも来てくれてます。ママとお父さんね、お父さんも来てるね。いいね。おいしいものいっぱいあっていいね。一郎。何どうした？何？放送してんの？何？どうも。今なんか生電話入ってます。あ、山田さんどこに置いたほうがいいって今言った。今あなたたちパーティーしてる。今言ったよ。そうなの、ティーパーティーしてる。うん、今トナト、今川島さん待ちなんだけど、パピピタピしてます。川島さん来たな。ティーパーティーね。歌のコーナーやる。お酒は飲んでないでね。ティーパーティー、よろしく。ティーパーティーお願いします。ヒガヒロトです。ヒロトは何が好きですか、食べ物？あ、エビフライ。エビフライ、美味しいよね。エビフライは毎日お家で食べれるの？ひろくんは、はいはい、お家とお店。お家とお店で食べるの、すごいな。いいな。エビフライちっちゃい頃食べれなかったよ。ね、うん、うん、ありがとう。ママがいっぱい作ってくれるんだね。いや本当に、ね、なんかいいね。盛り上がってますね、今日は。ナミちゃん、ありがとうございます。マリノルさん、ん？マリノルさん、クラリネットといえば、うん、明日は野田市の愛宕のカフェクララで、チキラーの園田さん、ご縁をつないでいただいた方のライブに、あ、明日野田行くんですね。かなこちゃん、かなこちゃんのところね。よろしくお願いします。楽しみです ね、うん、よろしくお伝えください。ブギーさん、この前お会いした場所ですね。あ、山田さんね、白子と、大滝町、明日はどちらかに行きたいと思いますね。はい。花澤さん、智之さん、こんばんは、楽しそうですね。ね、もう智之さんなんかもう4時過ぎに来てましたからね。もう今日やる気満々ですからね。もう深夜だ。マーキさんはね、もう本当にファンキーとね、深夜帯ですから。出席率 100% ですよね。もう素晴らしいですね。でまたほら、むっちゃんもあれじゃないですか。またマロガちゃんもちゃんとついてくるところが素晴らしいです。そう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 、ね、ありがとうございます。そんな遠くまで。はい、今日でも武藤くんなんか電車ですよ。電車、武藤ちゃん電車、電車とタクシー。本当に、そう、帰りは歩きだ。3時間ぐらいかけて来てます。ないって、こう8時過ぎたら8時過ぎたらタクシーないって。もう武藤ちゃんね、もう長いですよね。あ、上り旗がまた。花澤徹さん、子供さんはアリスのパーティー、大人はどんちゃんさんになる、ね、なんだよ。あ、ティーパーか。あ、ティーパーティー、そうだよね。大人はどんちゃん騒ぎ。一郎、京子さんも、うん、ファンキーさんも飲んでない。京子局員は飲んでますよ。もうガンガン言ってますからね。いました。つけていいですか、ね、頭に、うん、あ、川島さん来ました。川島さん、川島さん到着しました。じゃあ川島さん自己紹介、駆けつけで。ひだんえいじです。川島さん、あ、来た川島さん。どうもこんばんは、遅くなりました。道間違えちゃって、道間違えちゃってニューラッキー食堂行っちゃって、ました。ぼーっとしたら永田の交差点まで行っちゃって、うん、ですぐそこ折り返していくから。あ、本当ですか。出ました、川島、川島利用店。川島さん、お土産です。 ありがとうございます。もう今日はあれだよ、川島さん、お土産です。何ですかこれ。これね、イワシの甘露煮。出ました。やばい、
大好き。はい。やばい。はい、川島さんから入りました。これ。これ。大好きだ。イワシの甘露に。ありがとうございます。ほら。スペシャルサンクスという川島美容店、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあの川島さん、ちょっと一発ギャグやってください、はい、一発ギャグ一発ギャグ、もうあれだよ川島さん、もうこの、まあ、この盛り上がりだったら、もう脱ぐしかない、嘘じゃあ脱ぎますか今、あの一発抜いてきたんです。あ、そうや、出ました。おらいはつまから嫁さん帰ってきたばっかりで、外で一発抜いてきました。ダメだ川島さん、時間早いよ時間早いよ、やめなさい。ダメだよ、放送を聞いてる人はあのちょうど今夕飯食いながら冷静に聞いてますから。だってみんな食べ終わったんじゃないですか。いや俺らはもうね盛り上がって酔っ払ってるけど、あの聞いてる方はあの皆さん食卓で冷静に聞いてますから。あの黒川とっこちゃんとか今吹いてますよね、プーってね。これえもう始まって何時間ぐらいですか。まあ1時間ちょっとぐらい放送。あ、そうなんですか。大丈夫。え、そう、あ、本当だ。みんながよくわかんねえよな。まあいいや。はい、コメント来てますよ。藤井一郎から、川島さん全開で言ってくださいな。あ、もう全開バリバリです。もう飛ばしてますね。もうこれ、あ、映ってんのか。そうそう、川島さん、このラインじゃないと顔映らない。そう、顔映んないんで、ちょっとね、電波の具合で遅れちゃってて、ちょっと荒いんだけど。あ、映ってますよ。大丈夫ですか。うん、大丈夫。皆さん見てます、川島さん、ね、皆さん冷静に見てますから。ライブ始まんない。あ、歌謡ショーね。この後、歌謡ショーですから、ね、あ、だからさっき、ひださんにベースを教わってきたんですよ、うん、あ、ほんと、うん、そうなの。ひださんベースですもんね。そう、ひださんベース。はい。え、今日奥さんいらっしゃらないんですか。しゃびれてて。そう、明日も今日週末忙しい。あ、そうかそうか、うん、ね、昼間、うん、ほら、はい、おらい、おらいはすまでお会いで。あ、一郎からもう冷静なコメント来てますよ。一郎、川島さん、三無のアピールをしてくださいって書いてある。三無のアピール、ね、三無のアピールはね、三無、ね、これっつもの。あれ、伊能忠敬さん、ね、伊能忠敬さんって三無のありましたよね。野菊、うん、の墓、松田聖子ちゃんが、ね、ね、うん、そうですよね、うん、あ、なんかそういうのもいいんじゃないですか。ちょっと歴史を交えて三部の方に行ってたっていう。あれ、なんかシーンとなっちゃった。大丈夫。だってこの間伊能忠敬さんのお墓行った時に三部市の方にもいたって。そう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 、ね、やっぱりあれですよね、違いますよね。はい、まあそんなわけで川島さんも、川島さん自分のお店を紹介してもらって。もうみんな知ってる。じゃあ紹介してください。だって今初めて見る人もいる。どうもこんばんは、川島です。三部市で床屋やっております。川島床屋、川島良一です。利用店さ川島利用店、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱみんな切ろうよ髪、うん、ね、ね、川島さんどこで切ろう。花澤徹さんから、三部といえば喫茶川島と焼肉新井です、ね、そう、今日は智之さんご夫妻がコーヒー飲みに来てくれました。コーヒーさ、サテンだぞ、サテンじゃねえぞね。ナポリタンは出ませんでしたけど、ナポリタン出ない、クリームソーダも出ない。原価率高いから出ない。怒られちゃうだよ、ね、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日準備しましょうか、はい、いよいよ。あ、じゃあ、まあ、待って、あれあれでしょ、まどかちゃんから今日今日からそうからで、はい、からわかりました。というわけで、じゃあちょっと7時近くなりましたのでね、皆さんお待ちかねの歌謡ショー、今日も行きますよ。よろしくお願いします。今日はで、野田チキチキ情報局から、京子局員、歌いますよ、ね、そしてその後茂原の、ね、もうすごいで、ね、素晴らしい歌手鈴木まどかちゃん来てますよ。よろしくお願いします。もうすごいところで後で言われるよ、きっとまどかちゃんね、SNS とかいやー昨日もすごいところで歌されちゃったような、ね、もうシャレになんないような、ね、そう、あ、どうぞ、はい、大丈夫ですよ。
すごい。え、衣装持ってきたらしいですよ。そう。もうすごいよ。ねえ。安野さんも着替えてよ。着替えないの？安野さんと山田さん塩ビ服でやるっつって。嘘。違うの？塩ビ服これから着る。ね。川島さん、あの羽織袴だっすね。袴だ、ね、そうだよ。そうですか、ね、ありがとうございます。そんな感じで今日も賑やかな。あ、皆さんたくさん食べてますか？大丈夫ですか？いただきます。ありがとうございます。もう売り上げして売り上げてくださいよ。お願いしますよ。貸し切りになっちゃったから今日。ヒガパパもだいぶ今日ね飲んでます。本当？うん、ヒガパパ。いや、どうもすいませんね。ありがとう。聞いてないし、なんかまた頼んでも、え、またなんか頼んで。ジャンボちゃん来ないの今日？ないの？橋間さんおいでよ、ほら始まる前だからまだ大丈夫。ジャンボちゃんいないの？ジャンボちゃんつけるのダメだ。2番マイク空いてるから、ね、隣の京子さんの2番マイク取っちゃいますよ。今どこかでトイレ行っちゃった。着替えてるんですか？すごいよ。履き替えてるの？履き替えてるの？盛り上がってる。見られてもいいよ、ね、そう。いいか、川島さんもあれカメラも下から撮んないと。そう、ね、ダメよ。そうそう、パンクさん、うん、そこにパトカー止まってる。止まってる。あれ川島さん迎え来てんの？本当に？うん。もうすごいよ川島さん、頭テカテカだぜ。すっげー映ってんだけど。岡田さん、岡田さんみたいな。岡田さんじゃねえよ。岡田さん今生えてきたよ。入ってきた。岡田さん。岡田さん、この辺生えてきました。あれ、投稿見たらあのパンチ負けますよ。あれで負ける？負けるの？あれで。ね、負ける。負けますよ。ここだけ。岡田さん、パンチ負けるらしいですよ。頭のてっぺんだけパンチ巻いたってしょうがないんだよね。ねえ、パンチ。そうだよ。パンチ岡田。すごいよ。はい。なみちゃん、なみちゃん何？手。コンパニオンもあるけど、そうそうそう、別料金だよ。別料金、別 アフター別料金だったよ。ねえ、よろしく。何のもの？うんとね、ラッシュ。はい、うん、ラッシュやんだったら俺も。そう、ラッシュあんの？ラッシュないの？ラッシュないの？え、マンゴー、マンゴーラッシュないの？マンゴーラッシュがいい。ありじゃねえの？ありじゃないと。ありじゃねえよ。アリスでもないし。そう、マンゴーラッシュねえ。一応聞いてみてよ、ラッシュちょうだいって。じゃあマトンビリヤニだ。あ、マトンビリヤニねえよって。チキンビリヤニでもいいし。そう。ノーアル。ラッシュないよ。あと丸まん餃子2つ。丸まん餃子2つ。ね、そう、みんな食べてよ。丸まんと何でしたっけ、餃子のお題にあるのは。丸まんと。あーちゃん餃子。あーちゃん餃子と。かしわは絹江餃子。あー、もう。いっぱい餃子ある。ホワイト餃子。ねえ。今度連れてってください。だってよ、ファンキーさん。え、連れてって。カシマチェンにホワイトさんない？ねえ、もう鈴木まどかさん、これでもうあれじゃないですか、カシマにあの知り合いできたから、うん、行ったら電話して丸まん餃子、ホワイト餃子、なんかあとね、チャーハン、すごい大盛りの安い美味しいとこあるらしいですよ。あれは何でしたっけ？はい、ファンキーさん、何あのチャーハンは、なんだっけ、餃子屋さんっていうチャーハン屋があるんですよ、テイクアウトの。もうすごい、うん、ご飯5合入ってる。重いよ。すごいじゃん、ゴンゴーですよね。そう、帰り持って帰るよ、ね、重いよ。これだって。いや、それでね、まどこさん値段聞いてください、値段。5合で700円。おー、すごいよ。すごいよね。すごいっすよ。美味しい。コスパ最高ですよ。美味しいっていう。ね、もう小分けにして冷凍です。そう。はい、リアルタイムコメントどうもありがとう。ん、この辺で見えるかな、これ遅れてんだよね、配信が何秒か遅れてる、上りが上がってかないんだよね、うん、
わあすごい。はい。噂のセーラー服。うん、あほらどかねえとどかねえと。俺の場所じゃない。はい。じゃあ皆さんお待たせいたしました。ここからは、今日スペシャルコーナーということで、歌謡ショー、今日歌謡ショー今日行きたいます。皆さん、はい、リスナーの皆さんも今日まどかさん の 前座に徹します。もう素人ですいません。本当にまどかさんの、ね、歌声がすごく楽しみで皆さんに来ていただいているので、はい、ありがとう。そう、じゃあ皆さん、あの川島さんと安野さんと山田さん、皆さんこの辺で踊ってください、一緒に。そう、いろいろありますから皆さん、もうあれだよ、旅の恥は書き捨てだから、よくわかんないけど、ね、もうだよ、もう恥ずかしいんですけど、山田さんラーメン食ってる場合じゃないよ、歌だよ。こっからこっから今日は佳境に入るんですから。そうすいません、ちょっともう、ね、これほらこれセットなんでしょうがないんですよね、これね、もうこういう格好で歌わないとこの歌が始まらないので、はい、本当に申し訳ないです、はい、本当にごめんなさい、すいません。あれもう恥ずかしいとかね、そういう問題じゃないんですよね、これはもうね、これをそうそう、これおじさんいるね、これつけちゃうよ、これ売ってるんだよ、88円だって、おもちゃセット、はい、後で買ってあげるね。じゃあいいですか。じゃあダンサーの方よろしくお願いします。あれバックダンサーは、バックダンサー、はい、じゃあみんなで踊ってください、一緒にロックンロール、嘘違うよ。じゃあ今日曲に、じゃあ一言お願いします。ここでちょっと狭いとこなんですけど、あのまどかさんの歌声の、前行った方がね、前行った方がいい。ちょっとこれちょっとほら、あの歌詞忘れちゃうんで、ここにごめんなさいカンペがあるんです。すいません。でほらこういう時にね、こういう時に山田さん立ちラーメンしてるから、立ちんぼラーメン。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もうすごいです、投げ銭が入りましたよ、ありがとうございます。これで今日帰れる、今日これであの帰りガソリン入れられますからね。はい、それではじゃあ皆さん初めての歌だと思うんですけど、知ってる人は一緒に歌ってください。はい、ね、たまにあの、はい、リスナー、あの視聴者の皆さんの方にもね、ちょっとこう目配せをしながらね、みんな知って、歌知ってますよね。じゃあのバックダンサーの皆さん、はい、よろしくお願いします。何見えませんって、見えない、見せろって、嘘、違うの、見せるときはあの有料配信でやりますから、嘘、こっちに向いて歌えないよ、見せるな、じゃあ山田さんラーメン置いてください、歌始まりますから、皆さんラーメン食ってる場合じゃないよ、山田さん、で山田さんさ美味しそうなんだけど、まあ、あれだよ、もう柏とか野田から来てんだから、ね、もう頼みますよ盛り上げたよ、いきますよ、でダンスちょっと山田さんダンスしてよ、ほら山田さんバックダンサー、バックダンサー、はい、はい、じゃあいいですか、山田さんはね、あのコンプリートしてますよ、ダンス、バックダンス、
すごいうまいの。さっきちょっと見たけど。じゃあ皆さん、皆さん温かい拍手でお迎えください。今日はあの京子局員が体を張って久しぶりですね。体張ります。もう何年か前の野田の産業祭以来ということでね。あの素人カラオケ道場みたいな感じ。ね、いいんだよ。構えてってとこ狭いから。あったねそれ。狭いから。そう。いや狭いからなんか大体でいいですって言われてるんで、いいです。大体で大丈夫。大体で、ね。狭いよ、ね。いつもアクロバットでもバク転とかするんだけど。そうなんです。今日なし。ねえ、死ねえよ、うん、残念だ、死ねえよ、ね、はいいいですか。じゃあ皆さん拍手もう一回お願いします。じゃあ京子局員が歌ってくれます。一言いらないの、一言いらない。これいつもあのこれ番組のオープニングに、はい、違う出ました。ねえ、私が野田を仕切ってる。いやいや、そうじゃなくて、ね、そうじゃなくて、そうだよ、あの野田の地域活性私が仕切ってる。いやいや、いやいや、鈴木まどかさん の、 あの前座として私が、はい、引き立て役なんで。じゃあ行きますよ。じゃあリスナーの皆さんも乗ってください。よろしくお願いします。見ないでいいですか。うちだけがじゃねえよってね。じゃもうおめえら乗れよな、なんておめえら乗れよいいかなね。六乗じゃねっつね。ここの上乗りますか。確かに大好きな A ちゃんが見てますから。ね、もう大好きな A ちゃん。ね、A ちゃん大好きらしいですよ。A ちゃんも成り上がり読んだっつね。A ちゃん大好きなんですよ。よろしくお願いします。A ちゃんの歌しか歌も聞かないです。もうあれリスナーの皆さんもう意外に歌えって言ってますから。ね、ありました。はい。それでは行きましょう。振り付けお願いします。はい。ちゃんと途中やってね。そう。あの見ながらやっとか。盛り上がれよ。あのなんか分かんないとこあるんだよ。はい。はい。はい。拍手がちっちゃいぞ。朝も早うから夜遅くまで、いつも本当にお疲れ様。気づけばきっとその背中を目で追いかける私がいた。ひたむき走り続ける君を全力で応援した。君がいつでも輝けるように、いつも私が見ているから、くじけそうな時があっても、一人じゃないこと思い出して。しんどい時も大義時もいつも笑顔の笑顔のため気づけばこんなに近くにいた私の憧れのヒーロー。がむしゃらに走り続ける君を全力で応援した。君がいつでも輝けるように、いつも私が見ているから、弱気になりそうな時があっても、君の凄さはちゃんと知ってる。戦ってる君に届け私の三三七拍子。 Hey!渡辺翔天、プレー、渡辺翔天。
いつでも輝けるように、いつも私が見ているから、くじけそうな時があっても、一人じゃないこと思い出して、頑張ってる君に届け私の37拍子、頑張ってる君に届け私の337拍子。おいや、すいませんでした、ありがとうございました。すごいね、もうなんかすんごい、なんかもうダラダラになっちゃってすいません、ありがとうございます。もうすっ、じゃあすぐにラーメンに行きますね。俺出させろって本当にもうすぐラーメン戻っちゃった。はい、ありがとうございました。京子君どうもありがとうございました。ありがとうございます。もうすごいね、今日ももうすごい本気でやってくれたんでよかった、ね、山田さんはそれラーメンに戻るのが早いよね。ラーメン食ってる、ラーメン早いよね。でもラーメン戻るのね。はい、じゃあマンドカちゃん。はい、そんなわけで、ね、もう縁も竹縄でございますけどね、盛り上がっています。渡辺商店どうですか皆さん。そう、もうあのあれだよ、もうすごいです。もうこれが大網白里です。嘘です、すいません、なんかあのよそ者来てどんちゃ騒ぎしちゃってんだけど、ねえ、申し訳ないです。ねえ、本当だよ、危ないね。はい、そんなわけで、今日もやっております。うるわ、そう、じゃあ皆さん飲んでますか、食べてますか、はい、大丈夫ですか。もうガンガンいってよ、ね、よろしくお願いします。まあ、まどかさんの歌が聞きたいんですけど、じゃあ今日はね、日は山田さんのご紹介ということで、鈴木まどかちゃん今日は来ていただいております。皆さんちゃんと集まってよ。じゃあここからはちょっとマイクをまどかちゃんの方にお渡ししていきましょう。あ、ありがとうございます。え、喋ってもいい？あ、いいよ、もう立ってで、あ、立って、たまにカメラの方を向いてもらえると、はい、あ、それでもいいですよ、大丈夫ですよ。こんな感じで、普段演歌を歌わせていただいております鈴木まどかと申します。どうぞよろしくお願いいたします。スイッチ入った？ちょっと、あ、いいよ、まだこちゃん、喋っていいよ。はあ、あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。私もですね、今日あの初めて参加させていただきまして、素敵な会ですね、素敵会といいますか、あの放送をあのにお邪魔させていただきまして、本当にこれもご縁を頂戴しまして、先週あたりでしょうかね、山田さんから、もし勇気ちゃいねよぐらいな感じで、はい、言っていただきまして、まあ、私の実家はあのここからも近く、今も近くに住んでますので、 で、 あ、では伺ってもいいですかと言ったら、もちろんって言ってくださって、ファンキーさんもあのぜひ行っておっしゃってくださって、はい、本当に感謝しております。リスナーの皆さんもぜひこれをご縁にお見知りおきをいただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さすが綺麗ですよね、山とかちゃんね、プロでございますね。いや、初めてねの方が絶対じゃないですか。そうですよね。そう、かわいい。そう、かわいいね。
そう、私がですねずっと演歌を歌ってまして、はい、鈴木がひらがなです、うんうんうん、でまどかが縁に香りと書きます。はい、あの演歌と書きましてまどか、これ本名なんですけれども。え、そうなの？本名なんですよ。はい、本名で芸名とさせていただいておりまして、師匠があの作詞家の荒木豊久っていう。ああ有名ですよね。そうね、うんうん、ご存知ですか？はい、なかなか作家さんのお名前ってご存知ない方多いんですけれども、テレサテンさんとかの名曲、ね、はい、時の流れに身を任せ償い愛人とか、すごい、あとは心凍らせてとか、あの悲しみ本線日本海とか、うんうんうん、わらべさんのあの、はい、もしましたがとか、うんうん、作ってるんですけれども、その4番弟子としてデビューさせてもらって、はい、すごいです。今年デビュー20周年なんです。おそうです、おめでとうございます。ディナーショーとかないんですか？ね、いやもう本当こういうねご時世になってしまいまして、なかなか計画が立てられないんですけれども、山田さん、山田さん仕切りで、はい、あの渡辺商店でやりました、ディナーショー。違うか、ああ、どうですか？いいですね、20周年記念。ぜひぜひとも、これからも皆様お見知りおきいただきながらご声援いただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、歌ってもいいんですか今日？じゃあ行きますか。あ、ありがとうございます。ひろくん歌ってもいい？いいよ、歌ってもいい？私、うん、いいよ。ありがとうございます。じゃあ私のオリジナル曲をお付き合いいただければと思います。はい、はい、まずは桜という曲、はい、いきますか、はいはい、これからの時期にもぴったりですね、はい、桜という曲でございます。皆さん拍手、歌わせてもらいます。ありがとうございます。いきます。どかにかかる月の影、静かに揺れる小さな木花、桜桜よ
ありがとうございます。いやありがとうございます。はい、うん、有線放送から流れてみたいです。それは当たり前です。ありがたいお言葉でございます。はい、とんでもないです。こうしてできたご縁が一番大事でございます。本当に皆さんにこうして身近でお会いできてお話もできてっていうのがね、また画面を通してかもしれませんけれども、こうして歌を聴いてくださった画面の向こうの皆様にもこのご縁をいただいて、ぜひ覚えていただけたら嬉しいございます。ありがとうございます。いや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 、もう本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大御所感がすごい。普段はね、着物お着物で歌わせていただいているんですけれども、 ありがとうございます。ね、コメント見させていただいておりますけれども、わあ、ありがとうございます。そうです、徳間ジャパンでございます。ありがとうございます。ね、今ね、ご当地ソングで有名な水森かおりさんとレコード会社は一緒です。レコード会社はですよ、はい。ね、事務所は本当今フットワーク軽く、私いろんなところに飛び回っておりますので、ぜひ声をかけていただければ、ね、お祭り等ございましたら、ぜひ歌いに伺わせていただきたく思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、もう一曲どうですか皆さん。え、いいんですか。いいね、ありがたい、本当にありがとうございます。ご当地ソングも歌わせていただいてるんですね。私も生まれも千葉県は茂原っていうところで生まれ育ちまして、はい、でご縁ありまして、その千葉は暴走舞台といたしました曲を書いていただいたんですけれども、今桜お聴きいただきました曲のカップリング曲になっておりまして、タイトルが遥か暴走寺という曲なんですね。はい、ぜひ私もSNS たくさんやっております。ブログ、ツイッター、インスタ、アメブロやっておりますので、皆様鈴木がひらがな、まどかが縁に香りでチェックしていただけたらありがたいく思っております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう一曲いいんですか。ありがとうございます、歌わせてもらいます。はい、お願いいたします。はるか房州寺。
もないのにさまよえば波に漂うかもめ通り遥かかもか1個だけ告知してもいいですか。すいません、ありがとうございます。4月の8日9日、茂原公園の桜祭りがございます。野外にて、歌わせていただきます。そして5月の3日茂原にありますアスモ、アスモですね、ショッピングセンターアスモで、歌わせていただきます。1時からと3時からの2回ステージになっております。そして毎月 YouTube 生配信ライブもやっておりますので見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あ、ごめんなさい、ちょっとマイク入ってなかったかもしれない、うん、すいません。はい、はい、そんなわけで、ちょっと途中ごめんなさいね、マイクがあんま入ってなかったみたいで、ね、なんか、うん、ラーメンタイムみたいですよ、ね、ラーメンタイムということで、ハンキーさんもなんか頼みます。とりあえずしたら、じゃあ続いて、続いては告知コーナー PR。 はい、じゃあ PR したい方、誰か PR、 どうぞ今日、はい、誰、あ、いいよ全然、マイクがここにあるのでちょっと今画角下げますから座って、はい、じゃ、おー、大丈夫？大丈夫ですか？
はい、トラブル発生、大丈夫、トラブル、もうつきものです、トラブルは、ね、はい、それでは、ここからは、ね、地元の方を、お呼び出しまして PR コーナーということでね、全国の、皆さんに向かって、PR とか自己紹介とか何でも結構ですので、ちょっとね回線が遅くて映像が遅くなっちゃってるんだけど、音声は入ってるので、どうぞ。あ、はい、いすみ楽市を運営している坊又水産の実方和信と申します。お、はい、実方さん、実方です、実るに方角の方と書いて実方です。はい、あの普段はあの日曜日に、毎週日曜日に開催される大原漁港の港の朝市にも出店していまして、あのイワシ、アジ、サバ、ホッケなどの沿岸品のほかに、地元の地だこのゆでだこと、イカ焼きを販売しております。食べたいね。食べたい。いいよ。いすみ楽市でも、坊又のイカ焼きを販売しますので、はい、一番人気。あのお刺身で食べられる鮮度で、肝ごと丸ごと焼いております、はい、柔らかく召し上がれますので、はい、一番人気で行列必至です。あ、ほんと、はい、すごいですね。あのいすみ楽市、はい、50店舗近く、あのね、いろんなお店が集まって開催されますので、はい、あのね、どのお店もね、こだわりの名店ばかりですので、多いよね、はい、そうや、すごいな、足んないね、一日じゃ回りきれないですね、そう、あの小飽きないで、地域経済を活性化させたいので、おお、はい、いいですね。いろんな、そうで、僕らもなんかこういうね、コミュニティ作ってこう地域を盛り上げたいななんて思ってやってるんですけど、まあいろいろね、得意分野でこうやられてるの本当素晴らしいなって思ってますけど、今度僕もまたお邪魔できたらな、ね、ぜひ、ね、ちょっとあの会場でこれを生放送をね、なんかやったりとか面白いかなと思いますんで、ね、あ、ぜひね、コラボね、よろしくお願いします。ああ、よろしくお願いします、はい、ね、ありがたいですよね、もう最高じゃないですか。そ、ね、うですか。ウイソもなんかどんどん時間あるので。フリマーケットもやりますので。ああ。もうジャンル問わず。うんうんうん。もう占いからタンスに眠ってる骨董品だったり、お宝だったり、ワークショップから、ま、あのマジックショーから縁日から、もう何でもありのフリマーケットも開催しますので。すごい。そうなんだ。で、結構会場やっぱ広いとこなの？300坪ぐらいですね。あ、はい、広いところで。すごいですね。はい、うん、ぜひ、ね、皆さんぜひ遊びに来てください。ね、盛り上げて何回目ですか？今回で。初めて。フリーマーケット初めてですね。うん、4回、今年1月ぐらいからやってたんだよね。12月からか。ですね、そう、すげえな、なんて寒い時期になんかフリマやってるから、やっぱりこっちの方の方は元気あるなってこう、うん、思いましたね。内陸は結構ね静かになっちゃうんですよ、うん、12月とかになると、はい、うん、でもなんかやっぱりこう勢いが違うというかね、入ってないの、あ、いいよ、そうですね、そうね、そうですか、なんかいいですよ、うん、PR もっとしても PR 大丈夫です。山田さんも入ってる、山田さんも入ってる、 あ、ね、もちろん、はい、本当だ、渡辺商店さんも入ってるんだ、すごいね、ジャンボ渡辺出ますので、足、あ、なんか見ましたね、山田さん前やってましたよ、
花火大会が7月11日から何かしらの花火大会何かしらのなんかね、この間あのうちのあのなんだあの山田さんかなんかが投稿したやつのコメント欄にビールだったら出てやるぜっていうなんかコメントがあって山田さん危ない今年もやりましたあ、本当に1月へーただ参加者なんだあ、本当そうなんだ、ね、うちの弟と姪っ子がコメント出します見てないでしょ見た見た、なんだっけ、あ、秋田じゃなくてどっ朝来た、朝になってうん、そうそうそう、あ、そうなの本当の弟、本当実の弟あ、そうなんだへぇ俺のあのやつに初めてコメントへぇやっと認めてくれたんじゃないかじゃああれじゃない、でもこれから暖かくなってきたら結構、ね、参加する方もね第2、第4土曜日でそうですよね3月くじが1回引けるイベント豪華商品用意して、はい、3月11日は3000円以上でくじ以上、はい、くじが1回3月25日は3000円以上でビンゴカード1枚っていう感じであまたそういうね、はい、イベント副賞とかもあったりする外れなしです、うん、お外れなし外れなしご家族皆さんで ね、うん、行かれるといいですよねそのうち鈴木まどかさんも来て歌ってくれる予定勝手にあとタイアップになっちゃったんですもうみんなコラボしてうもうね、ねそう、うん、あとうちの父親が、うん、もう少し暖かくなったら、うん、ダウンタウンブギウギバンドの元ドラムなんですけどえ生演奏しにすごい、すごい、え誰がダウンタウンブギウギバンドのえお父さんはいえ誰ドラムもうなんかこの方もドラマーさん誰なのえ名前は鈴木ひろゆきあ、そうなんですかはいこの方ドラマーさんそうなんだ知り合いかもしれない、うん、来てもらって、うん、びっくりすごい志村水さんがあの矢沢永吉上手なのでコラボしてすごい演奏を、矢沢永吉大好きそうなのはいお父さんそうなのびっくりちょっとびっくりですねでね、どこかで知りね、どこかでお会いしてるかもしれない。じゃあ、あれだよ。ね、ね、来られるときはあの生放送行って、ね、ぜひお越しください。いろいろなんかコラボできると面白いですよ。はい。そうですか、ありがとうございますね。はい、よろしくお願いします。すごいわ。結構あれだよね、あの。山田さんとかもいつも告知出してくれるんで、うん、あそう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 、ね、結構僕も放送で、うんうん、泉役一はね、言ってますよね、結構喋ってますね、ありがとうございますいつも、まあなかなかね、まあこの辺りの方どんどんこうね、まず行ってもらえて、うん、まあこうやってね、気持ちよく野田からも来てくれるんで、多分今度行ってくれると思いますから、ね、ぜひ、うん、役一イカ焼き食べにイカ焼き食いたいよ、うん、美味しいですよねイカ焼きの隣でハイボール生ビール売ってますのであそうですよね、うん、老若男女お年寄りからお子様まで楽しめる位置なのでそうですよねあのもう子連れの親子こそ来てほしいですねあもう縁日ももう肩抜きからヨーヨーくじ引きピンボール お子さんもね楽しめますので お菓子もいっぱいありますからそうなの、はい、ねえそうですか、はいね、じゃあちょっとで本当に僕らも一回ね行ってみたいなと思ってたんで、うん、ちょっとねなんか多分あの連絡でこの間させていただいてねなんか言っていただいてたんで、うんうんなんか少しでも ね、 ねこう同じですからやっぱり地域を盛り上げたいなっていうのであそうですね同じ思いなんで、うん、そうですね、はい、だから僕らも、うん、まあ僕ちょっといろいろ東金とかこの辺じゃないんですけど、うん、やっぱり向こうの方でやっててで、まあね、そんな地域どこも一緒なんで、うん、みんなでこうなんか楽しくやってで盛り上がっていけるといいかなと思います、はい、ぜひ、応援させていただきたいなと思いますありがとうございます頑張ってうちの、 一緒の主催者のウッドベル の、 村方です旦那さんですけどあの雨の前の日に夜中3時まで砂利を引いてくれたり本当やっぱりね本当にこう裏方は大事だと思いますよですよ裏方、ね、あの表立ってないですけどこの人がいてそうですよね、うん、やっぱりそういう方いないとちょっと喋るのは苦手なのでもうどこまでも裏方ですね、はい、お素晴らしいな、
3人で、また全然違った3人で、私はこうなんかいろんなとこに出向く感じで、頭脳派とあと体力派と全然違う3人が一緒になってやっています。ぜひ応援よろしくお願いします。普通のなんかもうなんかそういう NPO 法人とかそういう感じじゃないんですか？じゃないんです。 あとあれは受けてない。補助金も素晴らしい、いただいてないです。もうあれだよこれもうね、本当にこうね、僕もよく言ってるんですけど、いろいろもらうとやっぱりいろんなところにこう忖度しなきゃいけなくなるじゃないですか。そうなんですよ。そうね、そうするとこうやれることも決まっちゃうし、言えることもこう決まってくるんですよね。素晴らしい、はい、もう一緒です。チキチキ情報局キラキラの一緒、はい、もう本当にうちもどこももらってやってないんで、たまにほらね、こうやって申し訳ないんですけど、いやそれでいいと思います。出させていただいたり、楽市も募金箱置いてあって、あーそうなんですね、今ちょこっと溜まってきました。 ねそうですか、はい、なんか本当にこう地域は違ってもね、こう志というかなんか同じこう気持ちでいろんなことをやれてる方とこう、うん、なんか知り合えて今日はすごい良かったなと。ありがとうございます。そんな風に思いますので、本当にちょっと遠いんですけど、なんかねいろいろまたこの後もやり取りできると、はい、まあ山田さんとかもしょっちゅうやってるんですけど、うん、またねこれからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。チキチキ情報局キラキラ情報局も一押しで行きたいなと思います、はい、仲良くさせてください。こちらこそです。ありがとうございました。はい、会場の皆さんもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いすみ楽市、頼みますよ。で、リスナーの皆さんもぜひいすみ楽市、みんな本当だよ、いすみ楽市よろしく。はい、だよ。ん？え？私は喋っていいよ。いいよ。全然いいですよ。もちろんもちろんです。いいですよ。じゃあこちらで正座で、すごいね。いやいや失礼します。はい。はい、ここ来てるんだよ。あ、いいんですね。こちらで。いいです、大丈夫ですよ。ありがとうございます。うん、市原の方で綿飴の方を売らせていただいてます。市原です。そうですね、市原の方、市原市の方で、おお、はい、すごいな。で、まあ本業が本当は蜂の駆除をやってまして、蜂の駆除屋さん、はい、蜂の駆除から、まあし、アリから熊まで、あ、いや熊は言い過ぎですね、熊は言い過ぎですけど、まあハクビシンとかアライグマとか、そういった駆除までやっているんですけれども、去年から綿飴の方も出店してますので。そうなんだ、はい、手広いですね。はい、いやいやいや、ありがとうございます。こっちのもう師匠のおかげで、ね、あ、いやいやいや、そこまで出ました、ここは行かないように。山田さん出ました。大丈夫大丈夫ですか。山田さんいい人だから大丈夫大丈夫、いい人。いや、これからちょっとどんどん頑張っていきたいので、綿飴も、はい、よろしくお願いします。なんかね、まあ僕らまあでも結構なに市原界隈でやられてるんですか、また。そうですね、これから、市原市の、湖畔美術館のところで、3月25日に第4土曜日毎月これから始まりますので。私も出ます。いや、ダメです。ダメで、出ました、はい、山田さん来たらもう食われてしまうので。食われちゃうので、はい、はい、地元の、そうですね、市原市のを盛り上げようってことで頑張ってますので、はい、ぜひぜひお越しいただければと思います。そうですか、はい、よろしくお願いします。会社名は、会社名は、あ、会社名は、まあ、ひまわりっていう事業でやってるんですけど、あ、うん、綿飴自体はふわこい綿飴っていう形で、ふわこい綿飴、はい、インスタとかでもふわこい綿飴で出てきますので、インスタもやってますので、よかったら見てください、ね、え、はい、頑張られて素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます。ちらっと聞いてたんだよ、弟子いるんだよって話は。そうなんです、はい、一番弟子でやらさせていただいて、一番いいパターンですよね。そう、ほら、こうコラボレーションして、いろんな会社のなんかあれは違い、方向性違っても、そうですね、一緒にこうやることによって、それぞれでこうね、はい、うまくこう上手に広がり持たせていいですよね、はい、ありがとうございます。うん、そうですか、はい、素晴らしい。師匠、なんか一言。もう師匠はもう
出ずっぱりだから、ね、これからあの市原の食い荒らし行きますんで。すごいね、まま、絶対人に負けない商売してますんで。もうすごいね、2人で対決しながら。あ、本当にもうあれだよ、一番いいですよ、全日本プロレスと新日本プロレスみたいな感じ。ね、もっともっといろんな、ババさんと猪木さんみたいな、どんどん巻き込んでいっていい、あの、まだね、ま、ファンキーさんまだね、京子さんね、うん、俺がいるとこに来ないじゃないですか、うん、来るぐらい自信つけてほしいんですよ、あ、やる以上は。それくらい自信持たないと、うん、他に綿菓子屋がいたら結構食われちゃう、うん、で今日京子国民がほら着てるような可愛い格好で売ってる女の子って結構いるんで、そういう連中とも今俺は負けないつもりでやるんだけど、やっぱり可愛い子にね、なんつうの、見た目でいっちゃう人いるじゃん、だからちょっとそこはね負けずにと思うんだけど、やっぱり品質勝負じゃなくてやっぱりね、やっぱり見た目も大事だなと。僕は見た目でいきます。でも両方でいいんじゃないですか。両方、ね、両方、両方、うん、うちもこれから女の子をこう集めて、うん、まあ18歳から25ぐらいまで、うんうんうん、なんかなんかそのすごい、まあ、若い人の方がいいっていうところはあるの、ね、でこんちゃんは老人ホームとか、うん、そういうところを回ってもですか、老人ホーム行っちゃってどうする、やだよ本当に、俺だよ、ね、これ最近老人ホームあってでも両方いいんじゃないですか、両方だよね、老若男女っていうところではね、そう今一生懸命ね、うん、この並べ作ったり、うん、あのなんかしようって今してるとこなんで、いいですね、もう1年くらいかかるかな、うんうんうん、そこまで行ったらね抜かれっかもしれない、いやでそうしたら俺は引退して、うん、そうフランチャイズで来てくる、でもやっぱり引き継げるからいいですよね、うん、教えないもん、あ、そうなの、うん、そんなに甘くない、意地悪、ね、そんなに甘くない、そんな甘くない、うん、いいことですね、ファンキーさんだったら教えちゃうかな、うん、ファンキーさんが綿菓子やるから、ね、うん、機械も全部あげちゃうもん、え、その子ら好きだもん、ファンキーさん、じゃあ好きになってもらえるよ、大変だ、毎日まずライブ放送から入んなきゃいけないぞ、お前何喋ってんだ、尿意持ちないで、ね、怒られちゃうよ、俺が喋って、すいません、はい、ありがたいですね、じゃあこれからも頑張ってください、またぜひよろしく、いつもこんなことやってるんで、どうもありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、というわけでもう盛り上がっています、で、何ですか、違うってのやだよ、あれいや、いや、あれじゃあ、ナミちゃんはちょっと一言お願いしますよ。あ、ナミちゃん。最近。CM タイム。そう、なんかほら、一生懸命肉作ってっからさ。ね。じゃあ女優ミラーもあるから。ちょっと待ってね、下げるよ。大事な。これ出ました。メイク直してもらって。女優ミラー。そう。女優ミラー。なんか CM ここに向かって。CM って。この野郎。え、この野郎って。光光な。明かり明かり。いいでしょ。CM。CM。CM 行きましょう。CM。ミニチュアフードを作ってます。見えるかな？女子なんで女子。ちょっとちっちゃいね。見える？見えない？うん、多分ね。焼き肉。最近こんな肉を作ってます。見えるかな？焼き肉。見えない。見えない。じゃあ今度はあのアップしときます。もしオファーがあるようだったらメールください。よろしくお願いします。美味しそう。はい、彼女募集中です。はい。ミルク。あそこよマイク。ナミちゃんあの顔近づくと思ってまっすぐ。ナミちゃん、ナミちゃんお肉はさどこにおろしてるの？東京都です。それは特別発注なんですか？うん、そう、山武市の清左衛門さんっていう焼肉屋、うん。ああ、清左衛門さん聞いたことある。なんか今お父さんとヒロ君とババが来た。ヒロ君ずいぶんしっかりしたね。しっかりしたね。大きくなったよ、ヒロ君。うん。そう。そうね。なんか恥ずかしがりだったのがさ、すごいさ、ハキハキして嬉しいな、ね、なんか。だけど、昨日。ヒロ君もやりたいの？昨日。
なんか昨日幼稚園でバスを乗って、遠足行って遠足行ったんだ。どこ行ったの遠足？公園。公園行ったんだ。いいね。公園。楽しかった。うん、楽しかった。よかった。うん。あと上のお座敷があった。何なんか上なんか長いやつ。あれ。滑り台ね。あ、滑り台ね。ローラーの滑り台ね。うん、そう。楽しかった。うん、楽しかった。いいね、なんかその。楽しかった。そのやりとり。楽しかった。楽しかった。楽しかった。そうか。ね、ひろこ覚えてる？ファンキーさん覚えてる？うん、覚えてる。本当に？おぶさん覚えてる？うん。ファンキー・トネガワって言える？うん。ファンキー。ファンキー・トネガラ。あ、偉い。はい、じゃあファンキーさんのさ、あと後継ぎなってもらえる？うん。ヒロもこうやってお話しするようになるか。うん。ね、なってもらえる？うん、そう、なかなか継承者がいないから、うん、ちょっと今からちょっと弟子、ね、弟子入り、それこそ山田さんじゃないけど。うん。うん、そう。ね、YouTuber にもならないといけないしね。ね、YouTuber とか TikToker とかの。ね、頑張ってね、うん、いっぱい覚えてね、楽しい楽しいよ、なんか昨日なんか昨日昨日、給食はなかった。給食なかったの？あ、給食なかったの？うん、一言つぶやきのコーナーになっちゃった。いいね、今日、昨日、うん、お弁当。お弁当、お弁当何人美味しかった？エビフライと、あ、だから昨日行ってきたからだもんね。あ、そっかそっか、あそこにね、あの滑り台あるとこね。そうだね。そう、あとブロッコ。かわいい、ね、そう。やっぱりさ、ほらこうやってさ言ってるのがさ、何年かしたらこれ見たらさ、もう中学の時にこれ反抗期の時見せたらさ、そう、やっぱりお母さん、ね、お母さんごめんねってなるよね。だって残るんだもんこれ。そう、だからひろくんの成長日記だよね。5歳の時俺昨日、こないだディズニー、前ディズニーランド行って。あ、ディズニーランドも行ったの？うん。あ、ほんと？ベイマックスも乗った。あ、ベイマックスいいよね。うん、ベイマックスなんかあそこにいたかい。お母さん、そう、お母さんと、え、そう、だからヒロくんさ、あの、そうそう、ヒロくんそういうとこへ連れてってもらってるのお父さんとお母さんのおかげなんだよ。 ありがとうっていつもね思って感謝してね。なんかお母さんとお父さん、うん、あ、ね、感謝して。あ、ありがとう。また今度、あ、また今度、うん、また今度、ディズニーランド。ディズニーランド行くの？うん、いいね。お父さんさ、一生懸命働かないとさ、大変だからさ。うん。ね、うん、だけど、この間、うん、リホ先生がいたけど、うんうんうん、なんか、うん、マリコ先生が、うん、マリコ先生お仕事でしてた。大丈夫？お仕事。個人情報出ちゃった。大丈夫だよ。めぐみ先生もいるもんね。うん、めぐみ先生も。さきお先生は古代。めぐみ先生見てますか？ありがとう。ありがとう。ありがとうしたマーク返して。ありがとう。はい、いや、ひろくんありがとうございます。ひろくんどうもね。ありがとうね。またね。はい、中学生の時にまたもう一回見てください。ね、はい、ね、はい、どうもありがとうございます。そう、ね、今日はちびっこも参加でございました。どうもありがとうございました。はい、ひろくん残るからね、これね。じゃあ川島さん、ちょっと軽く一言。バイバイ。はい、じゃ川島理央店さんの、三部の川島理央店さん。すみません、チャーシューの範囲が入ってた。いや、羨ましいわ。食べたいわ。帰るみたいでしょ、局長。おう、あー、どうも。どうも、森川さん。
森川さんどうも。森川さん帰るの？森川さんじゃないの。ウッドベルさん。お帰り。いいよ、じゃあ続けて。いいよ。川島さんどうぞ。じゃあちょっと一言お願いしますよ。祝辞を。祝辞ですか。今回東金メンバーのキラキラ情報局1500人でしたっけ？突破おめでとうございます。1500人突破。キラキラ情報局1500人ですからね。1530何人ですよね。あっという間ですね。だって東金市って何人なんですか？あ、市民何人なんですか？東金市民。東金は5万ぐらい？6万ぐらい。東金何万人でしたっけ？2万。そうだよ。それじゃ村だよ。それじゃ村だよ。で、何？5万でしょ。5万ぐらい行ってたら。5万ちょっとぐらい？5万いるよ。東金は5万いると思うよ。約5万7千人。ああ、やっぱりそんなもんだ。6万近いなっていう感じだったね。そうですか。すごいじゃん。ねえ、うん、世帯数が2万6千だよ。ああ、そうなんですか。細かい情報ありがとうございます、ね、細かい情報ありがとうございました、ね、でもブギー純平さん夫婦がね、そう入ったからまた人口がね、1500人以上も登録してもらってるってすごい、ね、最初私が見た時には200人ぐらいだったんですよね、うん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 、そうだ、それがあっという間にね、そう1500人いっちゃって、そう、あーどうも、ウッドベルさんすいません、なんかいっぱい募金もしてもらって、投げ銭どうもすいません、ありがとうございました。なんかお子さんまでやってもらっちゃって、あ、明日一緒なの？ありがとうございます。明日頑張ってください。募金ありがとうございます。どうもありがとうございます。また今度いすみ行きます。ありがとうございました。お気をつけて。はい、おやすみ。はい、明日イベント組が上がりますね。岡田さんが出てきませんね。うん、ね、岡田さんが出てきませんね。岡田さんね、あ、私のお客さん田中さんが見てくれてる。本当？田中智弘。あ、本当だね。今日これなかった。田中さんこんばんは。ね、じゃあいいですよ、母ちゃんどうぞ続けてくださいよ。まあそんなわけで、まあちょっとね、これからもキラキラ情報局、はい、ね、ちょっと盛り上げて、そうですね、なんか行きたいなっていうのがありますので ね、 ね、うん、まあ結構ね、どんどんメンバーさんも増えてるので、うんうん、まあもっとね、なんか盛り上がってくるなって、まあ、年内には2000人いっちゃうんじゃないですか。いやー、行くんじゃないの、あと500、400いくつだからね、うんうんうん、行くんじゃないかなと思いますけど、うん、結構高齢者世帯も多いんですか？多いですね。多い、うん、そうすると、まあ、伸びとしてはね、若い人で携帯で Facebook のそういう、ね、うん、認識がある方っていうとなると、そうです ね、 ね、なんか若い人でこうやっぱりいろんな仕事関わりがある方ね、ね、商業者さんとかね、はい、うん、どうもね、おやすみ、またね、またね、はい、まあそんなね、ところです。まあやりましょうよ、ね、意識を持ってもらって、今度またサンムの方もちょっとまたね、どっかでやれるといいよね。そうですね、サンム場所、サンム場所、本当だよ、サンム場所、どうかね、いちご、やっぱりいちご有名ですしね、うん、これちょうどこれからいちごの季節ですし ね、 そ う、 ね、そうですよね。富幸さん、うん、混んでました国道なかったですか？じゃあ午前中で終わっちゃった、うん、あ、じゃあ結構、うん、午前中は、午前中はね、今ほらいちごがちょっとないんですね、午前中で閉めちゃうんですよね、いちご。あ、そうなんだ、そっか、そっか、これからですよね、もうちょっとですね、そうすると大渋滞、やっぱりそういうほら名産、地域の名産品ってすごいやっぱり違ってきますもんね、あるのもなんですよね、うん、
そうか、みんなでいちご狩り、いちご狩りね、イベントやりたいですよね。ね。ね、まあそんなわけで今日はね、仕事終わりに駆けつけていただきまして、ねえ、お疲れ様でした。川島料亭はどうなんですか。儲かってません。儲かってません。久保田さんの方は儲かってます。いや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 、一人勝ちじゃないの。違う、いやいやいや、久保田さんとなんか繁盛してるらしいじゃないですか。でもでもリピーターの方とかいらっしゃるでしょ、ね、リピーターはね、増えてきてますよ、ね、本当にフリーのお客さんがまたついてきてくれるっていうので、そうですね、すごいね、やっぱ床屋さんも ね生き残りにかけていろいろね、まあ、ね、考え、ね、大変ですね。うちらの職業もだんだん減ってるんで、うんうんうん、学校自体もね、やっぱり、うん、生徒数がもう、我々行った時にはもう57、8人、約60人ぐらいだけど、今10人もいないですからね。やっぱりほら少子化も関係あるよね。そうなの、そう、10人もいないですよ。そうか、どうすればいいのか ね今床屋なくなっちゃいますよ本当に。そっか、やっぱり人口がこうね、ちょっとずつ 動きがあると、うん、でも、お年行かれた方とか多いんですか、結構、どうなんですか、お客さんとしては。あ、年寄りの方がね、やっぱり回数多いから、うん、あ、そう、ね、うん、で今、田舎だとか農家の人が多いんですけど、うん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 、農家の人がやっぱり、なんていうの、いろいろ旅行に行ったりとか、こういう宴会とかあると、うんうん、ちょっと頭やってこうとか、綺麗にしてこうって顔剃ってくれとかセットしてくれってするのが多かったんだけど、そういうのがなくなっちゃったから、コロナ自体で、そうだ、そうだね、コロナ自体でなくなっちゃったから、そういうのあるんだ。あれ、出張床屋とかやんないんですか。あのほら、よく介護施設とかに行ったりとか。あ、介護施設は行ってますよ。やってますよ、やってますよ、うん、休みの日にね、うんうんうん、月に2回行ってますね、うん、なんかそういう時代になってくるのかなって。ほら、来ないんだったら自分が行くみたいな時代じゃないですか。結局自分で動いていく、そうそうそう、で、まあ短い時間で、まあ、安価でやるとかっていう、そういうのもね、あったりしますよ ね、 そうですね。来ないんだったら自分が行くっていう時代なのかなって、うんうん、まあそんな川島リオデンで、これからも3部で盛り上げていただければという。毎日今日は久保田さん見てないんですね。まだ終わんないのかな。伸びいたんじゃないの、わからない、うん、まだ仕事終わんないかな。いや、そんなことないでしょ。まだ帰って飯とか食ってんじゃないの。今日は早かったからね、放送ね、スタートが早かったので。なんかいろんなお仕事、別に副業でやられる方とかいないんですか、一緒に。例えばほら、そう、一個の職業じゃなくて別にやる。うん、やりたいけどね、うん、ちょっとね、うん、なんかでも、なんかそういう、こう、何、多角的な、なんていうんですか、いろんな職業、副業もやるとか、うん、そういう形で同業者もいますけどね、うん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 、でもね、みんな失敗してます。え、なんかオライハスヌマに出向いて、うん、あのね、公開散髪みたいな、どうですか。公開散髪ね、で楽しくないですか。やられる方もちょっと恥ずかしいけど、うん、あのあれどうぞって言ってこう目の前でやるとか、そう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 、ね、どうですか。あれやらない、あの、え、そう、あるの、あるのあるんだけど、え、あるの、私今適当に言ってみただけなの、うん、本当に普通に言ってみた。美容業界、まあ、美容業界もあるけど、うん、あるんだ。うちらはやっぱりあれかな、うん、ただね、届け出さないしょうがないですよ、保健所に。あ、そこはね、うるさいんだよ。なんかでもそういうのあったら、ほら、ちっちゃいお子さんでも、はい、来てくださいって言って、はい、つけます、はい、やりますって、はい、じゃあ、まあ、もう お題もちろんもらうけど、そういうのもちょっとある程度こうパフォーマンスとしてはいいかな。だからね、年に1回ね、そういう大会があるんだけど、うん、あの千葉 の幕張、うん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 、幕張のあそこは何でしたっけ、メッセじゃなくて、メッセじゃなくて、あのホテル何でしたっけ、アパホテル、アパホテルのホールがあって、うん、そこで年やってたんだけど、だ今は西千葉 の、うん、あの組合会館っていうところがあるんですよ。そこで今大会やってるんですけど、うん、でも我々の月曜日の休み日にやるんですよ、うん、それ大会が、うんうん、でも一般の人は見てこないじゃないですか、勤めてるから、うん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 、そこがちょっとね、そうか、結構ね、大きくポスター作って PR してるんだけど、うんうん、やっぱりダメですよね、一般の人が見に来るっていうのはね。そうなんだ、うん、いろいろ、ね、お店に PR してやってるんだけど、こんなでっかい、川島さんでも自らやればいいんじゃない、プロデュースしてなんか。ね、いいですよね、
なんかやってもらいたいなっていつも思ってるんですけど、何でもいいんですけど、なんか何かことを起こさないとなんか波が起きないんじゃないかなっていうのはすごいあります。だからこうオーライ行って、まあ保健所に届け出とかうんぬんもあるんだけど、そこら辺うまくこうやって、なんかあのその時その場にいる人をちょっとあのカットしますって言って、それをこう配信するとか、行列できるようになりますよ、お店に。まあまあ TikTok だったりとか、なんかいろいろこうそういうインスタだったりとか利用して、ちょっと短時間でこう配信するとかね、いいかもしれない。すごい楽しみにしてます。何でもいいけど、なんか波を起こしていただけるの楽しみにしてます。そうですね。はい、刺激的な波を起こしていただいて、はい、ぜひぜひね。大丈夫ですか、話まとまりましたか、大丈夫ですか。出張床屋とかね、出張床屋、オライ蓮沼でこう、ほら出前床屋でちょっとほら TikTok とかでこう配信したりとか、よし、何かやってもらったら嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。あ、勝っちゃうの、あ、本当、森川さんは、ね、一言言わない、いいの、森川さんまたね、すいません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。さようなら。じゃあなんかファンキーさんのラーメン注文したらどうですかね。今放送終わったら食べますよ。じゃあまあそんなわけで川島さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。サム、さあ頑張って。ありがとうございます。もうサムのドンって言われてますから。そう、楽しかった。ね、サム氏万歳。はい。まあそんな。まあそんなわけで、安野さんはいいの、いいですか、安野さん、じゃあ最後締めてくださいよ、一言お願いしますよ、東金の大本命、ね、大本命、大穴、大穴、大穴、東金の大穴、はい、よろしく、はい、あ、ちょうどネット回線空いてきたから、あ、本当滑らかになってきたよ、今滑らかになってきました、よかったよかった、ね、じゃあどうもすいません、はいはい、今日は盛り上げていただきまして、いえいえ、ありがとうございました。どうですか東金は、東金ね、どうなんですか ね、ここ最近ちょっとまあ投稿なんかもね、やっぱ自分なんかもそうですけど、ちょっと投稿がね減ってきちゃってね、寂しいっていうところはあるんですけどね、まあみんな忙しいから、まああとあの野田とかに比べるとあの何もないんでね、ある程度できちゃうと重複しちゃうんでね、みんなね、まあまあそうだよね、そう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 か、そうか、そう、まあでもあれだよ、また人がちょっとまた増えて、まあこういうのをコツコツやってればやっぱりなんかこう気がつく人もこう出てきたりするからね、でこれから東金はね、あのまたあの人口がちょっと若干上向きになる時期だ、そうなんだ、そうそう、城西国際大学を持ってるんで、そこでね、地方からこうやっていろいろと学生さんが入ってきたり、まあ、出ていく人もいるんですけどね、だそんな感じでね、まあ、今ちょうどこう入れ替えの時期で、いいですね、そう、そっかそっか、そうなんです、それで左右されるんですよね、東金の人口って、確かに、やっぱりそこであの暮らしを、あ、武藤ちゃん帰んの、大丈夫、はい、本当大丈夫、お疲れ、お疲れ様です、野田からどうもありがとうございました、武藤ちゃん、武藤ちゃん気をつけて、ありがとうございます、どうもすいません、いろんな人に知り合ったと思うんで、ね、本当ですよ、どうもありがとう、武藤さん、ありがとうございます、武藤ちゃん、はい、すいません、そうですか、そうですね、やっぱりなんかきっかけ作り大事ですよね、やっぱり暮らしを始める人が多いから、ね、そうで、あとね、今東金、ね、外人さん増えてきてますね、あ、そうなんですか、向こうまたね、そうそうそう、外人さん、あ、そう、外人さん、あらららら、特にあのインド系の人、ああ、やっぱどこも何で、ね、仕事してるんですか、野田はね、中古車のオークション会場があるんですよ、はいはいはい、でそこで結構そういう方々がこう来られてるみたいなんですけど、東金でももう結局一緒なんですよね、そういった車の、ああやっぱりそうだ、そう、ただ東金の場合だとオークションっていうわけじゃなくて、俗に言うヤードってやつですよ、ああそうなんだ、そう、それで入っては来てますよね、やっぱり皆さんね、目の付けどころが一緒ですよね、そう、うち今住んでるところの下も
スリランカ人か、うん、あ、なんかおっしゃってましたよね、うん、3人入ってきたけど、うん、まあそれはあの建設業で、あ、そうなんだ、うん、入ってきたんですけど、そうか、そうなんですよ、で、東金で本当にもう、うん、何もなくはない、うん、都会にないものはあるけども、うん、あー、そうだね、そう、都会にないものはあるけども都会らしさが全くないし、あ、まあそんな中ね、やはりあのメンバーでもある鈴木慎也さんを筆頭に今若手が頑張って、ああそうだね、うん、そこはいいよね、こう若手がなんか頑張ってるっていうのは、そう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 、なんかね、野田はね、なんかね、目立ってるの年配なんだよだからなんかね、頭打ちなんだよなっていう感じはあるよね、若い人がこう目立つのはいいと思う、うんうんうん、でもやっぱり東金もね、古い町なんでね、うんうんうん、やっぱりこう言い方悪いけど年寄りがちょっと頭固くて、うん、だから多分なんだっけ、東金お祭り部、うんうん、あれやるのも結構ね一苦労だったと思う、あ、そうなんだ、そう、まあその前からこう東金をアニメの聖地にしたいという話があったんだけど、商工会議所なんかで話をするとやっぱりね、年いってる人が、うん、あ、言ってんのバカ野郎めよっていうような感じで結構苦労したって話は聞いてるんだけど、そうなんだ、でもね、やれてるからすごいよ、そうそうそう、やっぱり若者がこうなんかいろいろ動かしてるからさ、うんうん、ね、野田は伸びしろありますよね、うん、これからね、そう、うん、楽しかったもんね、うん、野田はなんかね、俺らみたいなもんなんかもうね、親父たちばっかりだな、俺らとか上とかさ、うんうん、もうなんかね、こうやっぱりでかい顔してね、やっぱりいるからさ、若手がなかなかこう、ね、伸びてこらんないっていうのはあるよね、うん、ね、だからそういったところではね、今ね、ちょうどいい時期なのかなとは思うけども、うんうん、まあだからあとは、うん、あとはなんか東金お祭り部第2部、うんうん、かなんかやるだやらないだっていうのが、そうなんだ、うん、楽しみですね、うん、そう、まあ、頑張ってもらわないことにはね、そう、まあ今年は桜祭りが何年ぶりだ、ね、3年ぶりぐらいに、うん、そうだね、そう、開催されて、それも今までは東金市のか、なんだ、観光協会かなんかが仕切ってたのを、東商連、東金商店街連合、あ、そうなんだ、うん、そこに、そこが全部受けて、うん、だからそれこそあの朝ちゃんとかがね、うんうん、やって、へ、だから今回はちょっとね変わった感じになるのかなと、うん、そうですね、そうですか、そう、やっぱりどんどん変化してってね、うん、その変化にこう、うん、こうどん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 新しいもの、ね、やり方を取り入れるっていうこともすごい大切なことですよね、ね、ただ同じ踏襲してこう、ただずっと同じことやるんじゃなくて、ね、やっぱりそういうのすごい大事ですよね、本当、東金もね、特殊な町なんでね、まあでもどこも特色はあるよ、まあまあそう、うん、特殊は特殊なの、うん、それはあるけどね、東金とかはまだなんかこうほらなんていうのかな、実がりじゃないですか、はいはいはい、あのこことかさ、隣の山武とかも、うん、だから意外となんかこう地域の一体感はあると思う、そうだね、野田はこっちから見ると、うんうんうん、野田はもうね完全に孤立しちゃってるから、あ、うん、それはそこはね、うん、なんかこうあのうちの板とか見てても、うんうん、やっぱり隣の町の情報とかってあんま来ないじゃないですか、うんうん、この辺は結構ほらああやっていすみだとか、そうそうね、茂原やら山武とかさ、九十九里いろいろね、うんうん、ある分では、だからやっぱり地域としてなんか伸びしろっていうか、そういうのはもっとあるんじゃないかなっていう、うん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 、だから結局山武東金、ここがなんだっけ、大網白里、大網白里、茂原、茂原、その辺までかな、うん、まだ辺りがもう、そう、九十九里っていう、うんうん、そうだね、一つの箱でね収まってるから、うん、そうだよね、そう、うん、そういうのはなんか強みがあるなっていうのがあるよね、一応連携できるもんね、うん、いろんなことで例えば一緒にねやる、僕は全然ないからさ、そういうの連携があんまりないから、ね、うん、本当に隣の場所全然違うから、はい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 、そういう部分では本当にね、なんか見てて見習いたいですよね、うん、こうやってただやってるだけでも、うん、もう全然感じるよね、そういうこと、それ感じますね、うんうんうん、
でもねこの辺はね面白くてね、うん、あのちょっと言葉は悪くて申し訳ないんだけど、うん、まあこの辺の人が使うからまあ使っちゃうけど、まあ、ブラックっていう、うん、まあでもどこもありますよね。そう、そのブラックがあって、うん、この境界線ってあるじゃないですか、うん、境界線があってその境界線同士でお隣さんになってる。で普段は仲良くこうやって、ね、行き来してやってる。で片方が例えばこう死んじゃったと言った時、あれ何々さん誰々さん死んだからお葬式行くんでしょって言うと、いやうちブラック違うから行かねえ。やっぱりそういうのは昔からのあれがあるんですよね。すげえなと思っちゃう。今まで隣家が隣同士で散々仲良くしてたのに、ブラックが違うってだけで葬式に行かないっていうね、そういったところはありますけどね。東金ね。そうなんだ。まあでもそれも受け継がれてきたものだから、なんとも急にこう変えようと思っても変えられないんでしょうね。そうか、まあまあ、いろいろね、それがね、先に行って変わっていくかもしれないしね、何十年後かにはね、今の現時点ではそういうのが、ね、そういう感じ、ね、でもまあそれがね、特徴でもあるし色でもあるから、まあ、無理して変 変えることもないと思うけど、野田もだからなんかそういう、まあ、俺はあんまりなんかそう孤立してるのがね、なんとかなんねえかなと思ってやってんだけどね、まあまあなかなか難しいのかなってね。そうですね、そうですか。まあちょっと僕もねこっちにほらいないからさ、なかなかねこうこっちのなんかこう日常のこう肌感が分かんないっていうか、いないからね空気感とか分かんないんで、なかなかねこういろいろはできないんですけど、まあでも最近ね安藤さん山田さんとか川島さんとかこう各地域にねこうメンバーさんいらっしゃるんで、まあそんな方とまたねこう連携しながら、なんかね本当にまあ我々やれることはこう限られてるんで、でもまあでね最大限なんかうまく SNS こう使ったりとかね、やっていけるといいのかななんて思ってますので、ね、東金もメンバーがね増えまして、ね、まあこれからもっと増えたらもっと変わると思うんだよね。あ、そうですね、いろんな風が入ってきてね、そう人数でそう、いろんな考え方だから、だんだんこうほらそうですよ、ねね、新陳代謝してるっていうか、そうそう本当になんかこう熱心にやってくれる方がどんどんこう、出てくるんで、まあそういう部分ではね、まあこれからこう見ていくの面白いかなと思いますよね、山田さん、ね、山田さんなんか一生懸命、そうですか、ね、じゃあまあもうちょっと時間も時間なので、はい、ね、じゃあ東金は本当東金キラキラ情報局って名前入ってますからね、ぜひ、安藤さんお願いしますよ。もう背負ってますからね、東金の明日を。もうよろしくおま、はい、おま、おま。まどかさん、わたあめうまいでしょ。まどかさん、うまいって映ってるよ。まどかさん、すごい美味しそうなんだけど。妙にうまそう。さっきから、あ、はい、じゃあ安藤さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからもまたよろしく。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、安藤さんどうもありがとうございました。はい。安藤さん、ありがとうございます。というわけで、今日はちょっとねスタート遅くなっちゃったんで7時からあの生放送、あ7時前か6時からか、生放送でございます。あのファンキー利根川も食べながら喋ろうかなと思ったんですけど、なんかそんな時間もなく、ね、お腹空いてきちゃったので今 ね注文しましょうかね。じゃあもう放送終わりにしましょう。終わりにしますか、ね、終わりにして、はい、ちょっとこの後そしてお食事をさせていただいて、ね、でまたこれ片付けなきゃいけないからさ、ね、そうです ねこれチキチキスタジオないんで、これ放送終わったらはい終わりじゃないんですよ、ねえ、まあ、そんなわけで、ね、というところで、今日は大網白田都市の渡辺商店、はい、渡辺商店さん、ね、ありがとうございます。大きな声で、ね、言わないと、はい、渡辺商店、ね、結構明日から行列できますね。そうだ、やばい、明日休みだったから、明日イベントで、明日イベントなんだ、そう明日イベントで渡辺商店お休みということで、ね、明後日からね、もうすいません、なんか儲かんねえ客で申し訳ないんですけど、ね、すいませんでした、貸し切りになっちゃったのに、お食事しないと、ね、食事して帰んないと、ね、はい、じゃあ本当に、ね、どうもありがとうございます。久しぶりの公開、まあ先月やったの1月やったのかな、公開生放送、ね、はい、ね、ご当地、東金キラキラ情報局メンバーさんもたくさんお集まりいただきまして、ありがとうございましたね、もういすみとか遠くから駆けつけ、本当ですよ、遠近くないですからね、うん、そして今日はあの野田からね、友幸さん、まどかちゃん、でもう帰っちゃったけど武藤ちゃん、
来ていただきました。どうもありがとうございました。ヒロトもありがとうね。ヒロくん、どうもありがとうございました。はい。柏さんもどうもありがとう。皆さん本当にどうもありがとう。ね、あと歌のゲスト、はい、鈴木まどかちゃんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。素晴らしい歌声。すいません。しょぼい音響で歌っていただいて本当に申し訳ないんですけど、ありがとうございました。いやーね、京子君もどうもお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。もう体張って今日は歌ってくれました。ありがとうございました。山田さんもどうもお疲れ。ねえ、もうナミちゃんなんかカウンター入っちゃってるの。カウンターのところ座って、でさっきまでいろいろなんか動いてくれて、ナミちゃん、ナミちゃんどうもありがとうね。なんかいろいろナミちゃん語り入ってるんだよ、ね、カウンターで語り入ってる。ナミちゃんどうもすいません、ありがとうございました。いろいろね、どうもありがとうございました。どうもありがとう。はい、じゃあね、本当に会場の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして渡辺商店どうもありがとうございました。どうもすいません。すいませんね、ありがとうございました。というはい、じゃあごめんなさいね、ちょっと最後時間なくなっちゃったので、コメントの方は、ね、ちょっと読めないんですけどね。皆さんどうもありがとう。はい、キキツさん、マリノルさん、イチロー、アヤカちゃん、はい、ブギーさん、ヒダンさん、はい、会場から山田さん、花澤徹さん、ね、その後、ナミちゃんやらいろいろいただきました。ありがとうございました。ようやくね、なんかこの時間になって回線ね、ちょっと空いたので映像も幾分綺麗に入ってるんですけど、最初はねもう熱気だったのか。おやしおやすみね、えよかった。ヒダンさんから、ね、安野さんかっこよかったよって入ってます。はい。じゃあね、じゃあ京君最後一言皆さんに。はい、今日は大網白里のですね、渡辺商店さん貸し切りしていただきましてありがとうございます。東金山武、茂原の方からもですね、あと野田のメンバーさんもたくさん来ていただいて、ね、はい、あと、まあ、いすみ楽市の CM もしていただいたりとかです ね、いろんなウッドベルさん、ね、お初の方ともお会いできたので嬉しかったですよね、うん、今日はそうですね、なんか多彩なメンバーで、九十九里ね、このエリア地域というんですか、ね、地域のメンバーさん、はい、熱いメンバーさん今日集まっていただきました、ね、そうですね、同じ千葉県なのでね、ちょっと距離はありますけれども、ね、今後もですね、こういう交流が持てて皆さんといろいろなお話がさせていただけたら非常に嬉しいです。はい、ね、また今後もよろしくお願いいたします。またよろしく。はい、はい、というわけで、うん、お届けしてまいりました、今夜のファンキー京子のお気持ち。じゃあね、皆さん、ね、お名残惜しゅうございますが、生放送はこの辺りで、お開き閉店とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。では通常放送は明日はお休みです。また月曜日の夜8時に、お会いできたら嬉しいです。皆さんチェックしてくださいよ、よろしく。鈴木まどかちゃんの曲も流しますからね、今日はCD お借りできたので、またね、まどかさん最高に、まどかちゃんすごかったですよ、すごい良かった、ね、よかった、うん、ありがとうございます。茂原の歌姫、よろしく、すごい素敵、お願いします。はい、綺麗、うん、それではまた皆さん、月曜日の生放送でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局局長&しゃべる管理人ファンキー利根川、そして江戸川京子でした。はい、はい、それでは、また来週の月曜日、お会いいたしましょう。じゃあ今日最後の歌はじゃあ九十九里にちなんでこの曲書きましょうね。真っ黒毛ボックスの九十九里浜までを聞きながらお別れでございます。はい、コメント読めなくてごめんなさいね。あ、武藤ちゃん代わりのタクシーの中から、どうもありがとうございました。お初の方が多かったのでとても新鮮で楽しかったです。お疲れ様でした。というはい、その他ごめんなさい、ちょっとお時間の関係でね、お名前読めないんですが、また来週の月曜日よろしくお願いいたします。本当にいつもどうもありがとうございます。感謝しております。 Thank you so much。
おやすみなさい。バイバイ。また来週月曜日。どうもありがとう。途中で子供の声が聞こえてよかったですって言ってましたよ。九十九里浜へ娘と出かけた。海岸線を裸足で歩いた。ずっと前の方を娘が歩いてく。もう追いつくことできないだろうな。休日お出かけパスで新松戸ホームで待ち合わせ。各駅停車を乗り継いで東金駅で降りた。ひなびたバスの運転手が行く先を尋ねる。未だにどこへ行けばいいのか分かりゃしない。春の列車は二人を乗せて外房の風を払わせながら走ってゆくのです。一駅ごとに一枕木ごとに窓の外の桜が花びらを散らす。九十九里浜へ娘と出かけた。海岸線を裸足で歩いた。どこまでも続く砂浜、空に溶けてゆく。埋めきれない思いも空に溶けてゆく。